はい、皆さんこんにちは。ゲームのオリンピックとも呼ばれる世界最大のゲームイベント、ワールドサイバーゲームズの日本予選がいよいよ開幕となります。今回の放送はここプレイシティキャロット巣鴨店より大人気格闘ゲーム鉄拳6の日本予選をお送りしてまいります。さて、このワールドサイバーゲームズはビヨンドザゲーム、ゲームを超えてというスローガンのもと、言語、文化、人種の壁を越えて全世界のプレイヤーが一堂に会し、平和と友情、興奮と感動を共有できる世界最大のゲームイベントです。はい、さあ、ワールドサイバーゲームズですが、今年で開催10周年を迎えまして、昨年の大会では世界78カ国から約800人の選手がグランドファイナルの地、中国成都に集まりまして、世界ナンバーワンの座をかけて激しい戦いが繰り広げられました。昨年、一昨年までは Xbox 360、こちらの格闘ゲーム部門はバーチャファイター5で行われておりまして、一昨年は板橋ザンギエフ選手、昨年はフード選手が優勝を飾りまして、世界80カ国のうち日本の総合ランクが5位と急浮上しております。さあ、こちらでですね、ワールドサイバーゲームズ2010のプロモーションムービーをご覧いただきましょう。さあ、今年のワールドサイバーゲームズ本戦ですが、9月30日から10月の3日までの4日間アメリカのロサンゼルスで開催されることが決定しております。ワールドサイバーゲームズ2010で試合が行われるタイトルはプロモーションタイトルを含めて全部で13種目、 PC 部門は、ウォークラフト3、スタークラフト、カウンターストライク 1.6、 FIFA 10、トラックマニア、カロム 3D の6種目、そして Xbox 360 部門はフォルツァモータースポーツ3、ギターヒーロー5、鉄拳6の6種目、そして携帯電話のモバイル部門でアスファルト5、さらにプロモーション部門としてロストサーガ、クエイクウォーズオンライン、リーグオブレジェンドの3種目が用意されています。今回日本予選が行われるのは鉄拳6とスタークラフトの2種目です。スタークラフトは来週21日に横浜ソリドレイ研究所で予選が行われます。こちらの日本エントリーは明日の予選エントリー、明日16日の午後3時までとなっておりますので、参加をお考えの方はお急ぎください。また本大会はですね、強力に株式会社バンダイナムコゲームズ様、公演に株式会社ソリッドレイ研究所様、主催を株式会社テクノブラッドでお送りしております。また本日は株式会社ドワンゴ様の提供によりまして、ニコニコ動画で公式生放送を行っております。さあ、果たして本日行われる日本予選を勝ち抜いてアメリカへの切符を、手にするのは一体誰になるのか、皆様と一緒に、見届けていきたいと思います。それでは今大会の実況を、行ってくださる方をご紹介させていただきます。株式会社ナムコの鉄拳番長としておなじみの、ジャクラさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、ここ嬉しいですね。みんなこんだけ盛り上がっていただけるの。はい。はい、ナムコの鉄拳番長、ジャクラです。どうもどうもどうも。
じゃあ恒例に皆さんロサンゼルス行きたいか。それじゃいけないです。ロサンゼルス行きたいか。はい、ありがとうございます。はい、皆さんね、これで誰か行けるんじゃないですかね。誰か2人は行けます。行けますかね、はい、確実に。はい、なるほど。さあ、それではですね、早速鉄拳番長より今回のワールドサイバーゲームズ2010予選ルールのご説明をお願いいたします。はい、本大会に関しましては、おそらく日本ではあまり行われていないダブルイルミネーション形式の 1on1 トーナメントになります。試合は3本選手60秒設定で行われます。セレクトするマップはランダムで行います。はい、ダブルイルミネーション方式、先ほども耳慣れない形式と、いうことだったんですが、どういった内容で進むんでしょうか。そうですね、おそらくダブルイルミネーションは通常の、まあ、ゲームの世界では、まあ、普通だと思うんですけども、まあ、鉄拳の中では珍しく、前回の世界大会で、まあ、唯一行ったということなんでしょうかね。トーナメントの参加者、こちらは全て2つのライフを持っています。勝ち続けていくプレイヤーが残るトーナメント、それをウィナーズブラケットと言いまして、これは通常のトーナメントと同じ形になります。ですが1回負けてしまった場合はルーザーズブラケット、そちらの方に行っていただきます。そこでもう一度負けてしまうとトーナメントからの脱落となります。決勝戦はウィナーズブラケットとルーザーズブラケットのトップ同士の対決となるわけですけども、ここでルーザーズブラケットの勝者が2回その決勝で勝てば優勝となります。通常のトーナメントよりもちょっと長い時間がかかりますが、大会でのいわゆる特に鉄拳事故が減って、まあ、普段通りの実力の結果が出せるために、まあ、海外でのトーナメントでは結構導入されることが多いルールとなっております。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、今回エントリー人数総勢で40名、ということになっておりますので、トーナメントを8人のトーナメント5つで運用することになっております。そうですね、そのトーナメントの前にですね、まあ、ちょっとオープニングムービーの方もあるということなので、そちらの方を、流していただいて、ちょっと心の準備の方をしていただこうかなと思います。その間にトーナメントの準備をしますので、よろしくお願いいたします。はい、A decade of WCG Grand Final. 90 participating nations. 5,789 national finals. 9.5 million spectators. 125 million Grand Final viewers around the world. Number one esports history is in the making. World Cyber Games.WCG, a cyber game tournament where the world unites as one through esports. Since its beginning as World Cyber Game Challenge in 2000, WCG Grand Final has been held in 6 cities in 3 continents, beginning with San Francisco. And it has now grown into the largest game tournament in the world.The Pan Regional Championships, a game festival held throughout the year in different continents. The WCG zone in which gamers around the world compete across national borders. And hit reality show Ultimate Gamer has expanded the limits of the world of gaming by introducing new cultural contents. Beyond the game, young people around the globe unite through gaming. WCG 2009 Grand Final in Chengdu, China.Was an especially exciting event since a record high of 82,000 spectators and 600 press from nations around the world attended. Köln zur Eröffnung der World Cyber Games. Cyber Games. World Cyber Games. The World Cyber Games. 和 Fred 打森柏在魔兽争霸项目上的争夺。6,000 cases of media coverage about WCG. And 50 million viewers of WCG 2009 Grand Final through television and internet broadcasts. You could feel the power of WCG, the largest gaming competition in the world. WCG is an excellent stage for corporate promotion and marketing. Partners of WCG 2009 Grand Final included the worldwide partner Samsung Electronics.As well as Buy Now, AMD, and 13 other corporations. Through the support of its corporate partners, many young people were able to participate in the event.
and businesses were able to market their products to them. Now, WCG and its corporate partners have become powerful tools for each other, creating a win-win relationship. The host city for WCG 2010 Grand Final is Los Angeles, America's second city and the mecca of the world's gaming and entertainment industry. September 2010, beginning of the new adventure beyond the game. I'm looking forward to the next decade of WCG. Beyond the game. World Cyber Games. See you in Los Angeles in 2010. さあ、今ですね、ワールドサイバーゲームズ2010のプロモーション映像をご覧いただきましたが、今回ワールドサイバーゲームズ賞金総額が日本円にしてだいたい4500万円。4500万円、はい、13タイトルあります。で、なるほど、去年はですね、日本人選手優勝して100万円だったんですが、まあ、はい、1万ドルです。ところが今円高ですからね。ですね、だいたい89万円ぐらいに下がってしまったという、リアルすぎる数字なんで結構ね、はい、あれなんですが、また今回この、ワールドサイバーゲームズ鉄拳部門、今世界中で、この時期予選が行われておりまして、皆さんも気になると思うんですが、韓国は現在ベスト8まで試合進行しているそうです。あ、同時にやってる感じなんですね。うちのあのセッションごとに分けてやってるそうなんです。今前回世界大会行われまして、そちらで、優秀な成績を収めたニン選手がまだベスト8残ってらっしゃると。あ、またニン出てきてる。出てきてますね。いつまでやるんですか、あの人本当。いやー、すごいですから ねやっぱり、まあ、鉄拳タッグの時代からの非常に有名なプレイヤーですが、そして今アメリカ、カナダ等々でも今予選が行われておりまして、おそらく本戦に進出してくる国は20カ国から30カ国ほどが集まるんじゃないかと今言われています。そんなに、なるほど。てか世界規模の大会なんですねってことは、はい、さあ、それではですね、さ、もう選手の方がスタンバイできているようですので、はい、実はもうスタンバってます、皆さんね。早速鉄拳番長、はい、気になるトーナメント表の方を映していただきたいと思うんですが、そうですね、現在40名ということになっておりまして、 A、B、C、D、E の5つのブロックに分けております。それを8人ずつの、トーナメントとなっております。注目の選手、今回、B ブロックの方を先にやるんですけども、こちら、まあ、本田選手がいますよね。本田選手に関しましては、まあ、投撃の優勝者ということで皆さんご存知の方がいらっしゃると思うんですけども、その他、まあ、JK であったり、あとダブルであったり、結構、まあ、著名な選手っていうのも揃ってたりね、まあ、JK、まあ、ジュリミシェの剣ということでね、アルカディアのライターをやってるプレイヤーですけども、そして C ブロック、C ブロックに関しましては、まあ、神奈川勢、神奈川のトップワンツーを競う、まあ、プレイヤーじゃないでしょうか、まあ、ケンシロ選手と影丸選手ですね。これがなんと1回戦でいきなりぶつかって潰し合いをしてしまうという状況になってしまいました。まあ、その他、世界大会の、まあ、準優勝、そしてなそこまで上がれなかったユウ選手もねいますけども、こちら、残念ながら負けてしまった JDCR 選手に負けてしまったユウ選手もこちらの方に、まあ、滞在しております。そして注目すべきは D ブロックじゃないでしょうかね。 D ブロックが結構、まあ、激戦といえば激戦なんですけども、ちょっとその状況で見にくいでしょうかね。ちょっと持ち上げますが、こちらユウ君、音符、そして竹山、ノビ、タイカレー、フルミズといった、非常に全国でも著名なプレイヤーたちが集まっているブロックとなっておりますので、ここの試合はぜひともね、皆さん注目していただきたいかなと思います。そして最後に E ブロックですね。E ブロックに関しましても、結構メンバー的に面白いんですが、まあ、吉田がいたりであるとき、まあ、カノンがいたり、そして、まあ、ストッキング松井って書いてますけど、これ何ですかね、松井さん。まあ、ゲストキャラとして参戦させていただきました。なるほど、なるほど、はい。マスコット的存在って感じでよろしいですか？はい、頑張って、ロメロスペシャル決めたいと思います。なるほど、なるほど。はい。松井選手に関しましてはね、鉄拳、3の時に非常に全国で名を馳せたプレイヤーとして有名になっておりますけども、まあ、ただのね、まあ、画面出ましたけど、ゴリラ顔みたいな感じで。ありがとうございます。ひどいこと書かれてますけど。チンピラとゴリラ、二人で鉄拳の。いやいや、だから、そういう、面白い実況と解説になりますよね。はい。はい、ちょっとなるべくお互いダメージ少ないように終わらせたいと思います。そういうね。はい、わかりました、はい。さあ、それではですね、試合の準備大変お待たせいたしました。それでは皆さん準備が整ったようですので、早速始めてまいりましょう。ワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選の部スタートです。それでは、番長コールをお願いいたします。
じゃあ皆さん、ここは皆さんで盛り上がっていきましょう。みんな WCGF 第1回戦いくぞー。ステージ選択しない側はいきます。いきます、レディー。さあ、さてここでですね、番長、まずは1回戦、さあ誰が誰を応援するか、これが非常に楽しみ。今映像映っていますのはヒーダイ、そうですね、ラポーナ対リュウ君。まあ、段位を見ていただければ分かると思うんですけども、このヤシャって書いている段位、そして竜王って書いている段位ですね、非常に、高い段位ですね、これ。はい、ステージのセレクトランダムでお願いいたします。そうです、じゃんけんで勝った方がワンピース2秒取れますから、ステージはランダムです。はい、さあここでワールドサイバーゲームズ2010、鉄拳6の部試合スタートとなりますが、まずは改めてここで番長に今回の予選タイトルに採用された鉄拳6についてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、鉄拳といえば爽快なコンボと、まずは印象的なキャラクター魅力ですが、そうですね、まあ、全世界でなんと3900万本ぐらい、まあ、累計なんですけども、まあ、販売本数を誇る人気タイトルになっています。で1994年に、まあ、初代アーケード版がリリースされてますから、まあ、今年でも15年ぐらいになるわけですよね。はい、で今ここで出ているキャラクターがは、まあ、アンナと、まあ、ローなので、まあ、実は鉄拳2ぐらいからいるキャラクター、まあ、名前は変わっちゃってますけどね、フォレストローなのかマーシャルローなのかっていう部分なんですけども、はい、それはもうずっとおなじみのキャラクターで、そうですね、もう鉄拳といえば代名詞と言わんばかりのキャラクターの2キャラなので、後からまあ出てきて、まあ、新キャラという扱いになってはいないキャラクターの2キャラですね。はい、ちなみにこのワンプレイヤー側の赤い髪のキャラクターローですが、実際見た目随分変わってますよね。そうですね、実はですね、キャラクターっていうものは、まあ、自分が戦えば戦うほどファイトマネーが手に入りまして、そのファイトマネーによって自分のコスチュームをまあ買ったりであるとか、あとそれをつけたりであるとかっていうのを自分個性のキャラクターを作れるっていうことで醍醐味になってます。はい、じゃあかなりこの、ワンプレイヤーのキャラクターはカスタマイズアイテム揃えてると、完全にカスタマイズされてて、パッと見た目で誰かわからないと、はい、かといってられに、もう1試合目サクッと決まってしまいましたね。はい、 B 代の1回戦第1試合が終了と。さあ続いて今映っておりますのが A 代の方ですね、総一選手とこちらの本田選手ですね。はい、このキャラクターもかなりカスタマイズきっちり決めてますね。そうですね、どれだけ自分のキャラクターを、まあ、自分らしく作るかがこのゲームの醍醐味の一つになってますんで、これ実際ワンプレイヤー側のキャラクター、先ほどのキャラと同じですよね。そうですね、先ほどの赤髪のキャラクターと同じですけども、ここまで顔が違ってくると。さあここで1回戦第1試合両方とも終了したようですね。さあ最後は C ブロックの方が盛り上がってますから、はい、身内戦で、まあ、あそこはしれっとほっときましょうか。じゃあ続いて、試合の方進行してまいりましょう。はい、今ですね、 C 代の方ではマードックとジャック6が戦っております。さあ続いて、1回戦第2試合、1回戦第2試合の方になってますね。さあキャッキャ言ってますけども、勝ち上がったのはケンシロウ選手、おめでとうございます。さあ続いてが、さあ吉弘選手、一人みこし選手いきましょう。続いてねじ巻き鳥選手と赤雷神選手の試合となります。そして、竹山対ストッキング増山ですね。大丈夫ですか、竹山さんの相手はいますか、ストッキング増山さん。さあ、続いて試合の方、移してまいりましょう。A ブロック B ブロック、 A 代 B 代、準備が整っております。 C 代は整っておりますね。 D 代はいかがでしょうか。ストッキング増山さん試合です。はい、さあよろしいですか。空いてる席の方にお座りください。
もうサクサクと C 筐体の方は仕上げの方は進んでおりますけども、行きましょう。はい、A ブロックも行きましょう。レディーファイト。さあ、ワールドサイバーゲームズ2010日本予選鉄拳6の部、現在1回戦の第2試合進行しております。さあ、ここで映っておりますのはポール VS ロジャー。ロジャーとかね、なかなか珍しいですよね、こういう大会で見るのは。やはりキャラクターの偏りはかなりあるんでしょうか。そうですね、もうロボットから、まあ、改造人間、そして、まあ、こういった愛玩動物、愛玩ではないかな、いいキャラクターも出てきてますよね。さあ、黒いカンガルーとちょんまげ、空手技ものすごい客観的に話しましたね。はい、まあ、さすがこう鉄拳の姿といった感じですが。そうですね。さあ、まずはここは、ポールと、ロジャーの対決ですが、段位で見るとポールさんが有利。そうですね、段位的に見るとポールさんが有利なんですけども、大会に関してはもう段位関係なくどっちが自分の実力を出し切ったかっていう部分になるんで、はい、まあ緊張であるとか、あとは体調であるとか、そういうところをどこで戦えるか、自分に勝てるかっていうのが今回の、まあ、特に一発勝負の決め手じゃないですかね。まあ、その分あのダブルイルミネーションというスタイルにして、なるべく普段通りの実力は出せるようになって、ね、確かにそれはありますよね。まあ、キャラクターについての有利不利っていうのも結構あるんですけども、大会に関してはもうそれを凌駕するぐらいの実力をどれだけ出せるか。さあ、ここでカンガルーがジャイアントスイング、今壁に当たりましたが、はい、鉄拳ってもともと無限フィールド、壁のない格闘ゲームだったような気がするんですが。そうですね、鉄拳タッグトーナメント、ここまでは実は壁のない状況で、まあ、無限に後ろに下がれたりあるとか、まあ、縦横無尽に戦えた試合があったんですけども、まあ、より、まあ、極度の緊張感を与えたりだとか、まあ、壁コンを使って相手との距離を詰めたりだとか、そういう戦略的なことをするために壁を作って、さまざまな攻防を成し遂げたというのが今回の作品じゃないですかね。はい、壁に追い込まれると一気に大ダメージを、ね、はい、受けてしまうということのようです。壁を背負った時の緊張感であるとか、そういうのがもう本当に伝わってきますね、見ていても、はい。さあ、今相手を叩きつけるシーンがありましたが、これも新しく入った、ね、バウンドコンボって、まあ、申しまして鉄拳6からこのバウンドコンボが、まあ、採用されたんですけども、まあ、コンボに爽快感を持たせて、なおかつ特有の技で相手をバウンドさせて、さらにコンボをつなげて、まあ、そういう自分特有のコンボを持っていく、そして楽しむっていう形を取りたかったっていう部分はありますね。はい、そうすると壁のシステム、そして、叩きつけのバウンドコンボ、かなりダイナミックな試合が。そうですね、さまざまな戦略が今回入ってきて、どんどんとみんなの考えることが分からなくなってきたってありますよね。はい、さあ、ここで、ロシャー対ポールの対決がなんとフルセットにもつれ込んでおります。そうですね、しかも有利なのは実は今ロジャー側っていうね、この台に関係ない状況か。はい、さあ、この免許改善というのは実際に言うと、数字で言うと、数字で言うとかなり段差はありますよ。さあ、ここで5段対25段みたいな感じですね。すごい差があったんですが、これが大会の恐ろしいところ、恐ろしいところ、チャリンカー吉弘、いきなりルーザーズブロックに、はい。さあ、まだワンライフありますからね。まだワンライフありますよ、はい、はい、残機は1機ありますからね。はい、ルーザーズブラケット、今リア充、ザマー、動物愛護、グッジョブ、はい、そういうコメントも出てますけどね。会場から指を刺されて、いましたが、明日は我が身ということで皆さん気をつけておきましょう。確かに、はい、どれだけ出てくるかですよね、これ。さあ、続いて1回戦第3試合、1回戦第3試合いきますか。 JK ブッポ、そしてユー・アオイ、ノビ・タイカレー、ですね、JK ブッポが A 筐体、 B 筐体でノビ・タイカレー、 C 筐体でユー・アオイでいきましょう。はい、これ非常に有名なプレイヤーさんたちが、そうですね、注目すべきところは、そうですね、このノビ対タイカレーなので、 B 筐体の方を、見ていきたいと思いますが。はい、そして C ブロックの、ユー選手、こちらも、まあ、世界大会の準優勝者ということで、はい、非常に有名プレイヤーですね、世界的にも。まあ、大会でどれだけ消えるか消えないかですね。皆さん準備はできた感じですかね。はい、整ったようです。あ、行きましょう。はい、それでは番長コールをお願いいたします。ワールドサイバーゲームス2010 1回戦第3試合、レディーファイト。さあ、ここで映っていますのは、さあ、応援来てますよ、タイカレーガンバ、ドラグノフが2プレイヤー側、そしてフェンウェイが1プレイヤー側です。まあ、ここで松井さんに見ていただきたいのはですね、はい、段位の、まあ、数字なんですよね。
鉄拳王と鉄拳神なんですよね、これ。神様。神様ですね。もう一番上。そうです。現段階で出ている称号の一番トップですね。これは、注目の一戦、まさに注目の一戦。フェンウェイ VS、そうですね、ドラグノフ。これはちょっと本当全国のみんなも見ていただきたい試合ですね。これはあのタイカレー選手なんですが、試合数は尋常じゃない数になってますね、はい。まあ、それだけ配信だってことでしょうかね。2万1000試合とかやってる状況で13,612勝8,556敗。そうですね、時間に換算すると怖いですよね。1試合5分で考えてもまあうんうんですけども、人生の何分の1を鉄拳にかけているかって話ですよね、これ。まあ、そこら辺は僕らも人のこと言えない状況です、ね。はい、まあ、まずは鉄拳神が、一本選手、まあ、先ほど伸びて大カレーが当たった瞬間に伸び側が、あ、ボーナスステージって言ってましたんで、まあ、非常にこれはやりやすいんじゃないでしょうかね、彼からしても。少しこれあの勝率を見てみると 61%、65% と、まあ、それなりに近い。そうですね、まあ、実際に勝率があまり関係ないゲームでもあるかもしれないですよね。さあ、のびさんからいきなり緊張してんのっていう声が入ってますけどね。のびさんが全く緊張してないこの状況はよくわからない。ライト当ててバウンドコンボ叩きつける、そして下段まできっちりスタープナーから、しかし相手もこれさせない。2発カウンターヒット、おっとここでラバレルライト壁ゴン、タイカレが取り返す。さあ 1-2、ここでもう1本タイカレ君と取り返したいところですが、そうですね、ここで取り返すと伸び側が今度焦ってくるんで非常に面白くなりますけどね。お互い実力者は実力者です、本当に。多分全国の鉄拳プレイヤーでこの2人の名前を知らないプレイヤーは逆にいないんじゃないかなっていうぐらい有名なプレイヤーですね。ちなみにこの2キャラクターですが、鉄拳の5、それからそうですね、5と DR ですね、での新キャラクターということで、はい、ニコニコ生放送をご覧の方、初めて見るという方も多いんじゃないでしょうか。まあ、実際に新しいキャラが出てきても鉄拳のバランスを崩さずに頑張っていると。そこでノビが1本シャープナーから気合いだめで相手を挑発して KO。 さあ、ここで、台が移りまして、今度は A 台の試合ですね。まあ、これレイブンと、そしてポールですね。ポールに関しては鉄拳1からの伝統キャラクターと、まあ、本拳の爽快感、こちらの方で魅了された鉄拳プレイヤーも非常に多いんじゃないでしょうか。一気に体力を5割ぐらい減らせるね、パンチを持っていますが、今回レイブンも非常にテクニカルキャラクター。裏早手ドンドンドン、釣り道のゲン、ローキックでケよ、丁寧に決めましたね今。そうですね。さあ、ここで C ブロックが優選手が勝利して、2回戦進出を決めております。さあ、D 代の方がですね、先ほど映像をお送りしましたのび選手が2回戦進出。のび選手、さあ上がってきておりますね。さあ、続いての、試合1回戦第4試合ご紹介していただきましょう。ニコル対ダブル、ニコルとダブル前の方にお願いします。 A 兄弟です。そしてタコスとコッペン、タコスとコッペンが C 兄弟 OK ですね、はい。そして D 兄弟、ニケ対フルミズ。じゃあこちらは、まあ、フルミズがいるということで D 兄弟の方を注目していきたいと思います。年々さあ、外に顔を出すのは嫌になってきてますが、いつか家に顔バレして大変なことになるかなと。さあ、それでは準備の方できたようですので、番長コールの方お願いいたします。ワールドサイバーゲームズ2010トーナメント第4試合、レディーファイト。さあ、ここで、移してまいりますのは今 B 台で行われております、こちらも鉄拳神レイウーロン。はい、すでに名前が違います。チェアじゃないです、あんた自重してください。さあ、そしてザフィーナ、こちらも、新キャラクター、鉄拳6からの新キャラクターですね。そうですね、まあ、特にザフィーナに関しては新しいキャラクターなので、相手を知ってるか知ってないか、そこは非常に重要なキャラポイントになりますね、これ。さあ、レイウーロンといえば鉄拳2時代に登場して、そうですね、鉄拳2からの、まあ、プレイヤーは結構いるのかな、この中にはあんまりいないか気がしますがね、まあ、新しく鉄拳を知った人間もこの中国拳法
まあ、いろんな水拳であるとか、まあ、光拳であるとか虎であるとか、そういったところを魅了された方が多いんじゃないでしょうかね。まあ、特に松井さんに見ていただきたいのはですね、このエントリーネームを見ていただきたいかなと。名前の方ですね、はい。まあ、鉄拳5から自分のキャラクターに名前が付けれるようになって、どん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 そのいろんなネーミングを付けれるようになったらいいんですけども、はい、そのまあ、それによって世界に自分の、まあ、名前が通ったりもするんですが、弊害として自分じゃない名前を付ける人間も出てくるんですよね。あ、語りが、語りがね、はい、はい。まあ、彼右側のプレイヤーフルミズというんですけどね、今チェアーと名前を付けてます。このチェアーという名前も実在するプレイヤーです。これはひどい話ですね。そうなんですよね、まあ、知らない人から見たら あの人チェアーなんだっていう感じで見られてしまうんですけども、実際のチェアーはジュリア使いです。そこら辺もあのツイッターと同じで本人認定をしていかないといけない時代が来るかもしれませんね。そうですね。さあと言ってる間に現在ザ・フィーナが1本取り返しまして1-1ですね。まあ、彼も鉄拳神なんで全国でまだね本当数名しかいない鉄拳神ですね。さあ現在このステージですとこれは壁がない無限フィールド、無限フィールドですね。無限フィールドなのにお互いそんなに下がらないんですよね。試合がしっかりしてる下段に昇竜。まあ、古水というプレイヤー非常に大会でも、まあ、の試合でもあまりスタイルが変わらず、まあ、緊張があまりないんじゃないかなっていうぐらいすごい、まあ、自分の精神力が高いプレイヤーなんですけどね。やはりコンボをしっかりと決めていく、落とさないようにする普段通りに戦えるかどうかというのがやはり大会で、そうですね、やっぱり大会になってくると緊張がやっぱり主になってしまうので手が震えたりであるとか、あとはまあ通常やってるコンボができなくなったりであるとか、実力が出せない状況は結構ありますよね、はい。さあ先ほどからかなりお互い距離を取って一気に詰めてから攻撃をするシーンが多いですね。そうですね、自分の技のセンス、そして性能を知っているっていう状況でどの部分で技を振れば一番届くのかっていうのは分かっての戦いだと思います。さあここでうまい横に避けての行動で、さあここで鉄拳神現在このトーナメント2人登場していますが2人とも勝利を収めています。そしてまあザックとこれもローですね。さっきいっぱいコスチュームを着てるローが今回全裸に近い状況でちょっとかなり夏休みっぽい服装になってますね。多分海から来たんじゃないですかね。これ対するはジャックシックス。危ない。さあニコルがダブルをクロス、結構波乱万丈。さあここでマジですか、今シーダイの方が1試合、シャオユーですねとジャックシックス戦っております。今回ジャックシックス多いですね。番長非常に多くなってますよね。先ほどルーザーの方に行った影丸が頑張ってますけど、さあ続いて、こちら前の方の台、ルーザーズブラケット1回戦の方に移ってまいりましょう。さあ総一と吉弘ですね。そしてラボーナとストッキング増山、 A 筐体で総一と吉弘、そしてB 筐体でラボーナとストッキング増山でいきます。前の方に出てきてください。はい。さあ、現在ですねワールドサイバーゲームズ2010日本予選を行っております。このトーナメントでベスト2に入賞したプレイヤーはロサンゼルスで行われますワールドサイバーゲームズグランドファイナルで進出することができます。まあ、私はまだ行ったことないんで想像が全くできませんけども非常に大規模な大会だというふうに伺っていますけど、松井さんは行かれたことはあるんですか？そうですね、5回ほど行ってきたんですけれども、まずあのびっくりするのが78カ国全員の選手が旗を持って入場式やるんですよ。オリンピックみたいな感じなんですよ。オリンピックですね、はい。でただあのドイツでやった時はですねリハーサルで3時間あのゲーマーが集まらなくて、ひどい待たされたという状況なんですが、さあ、B 以外の方ストッキング増山さん、いらっしゃらないようでしたら次のコールで失格とさせていただきます。プレイヤーストッキング増山いますか？はい、ラストコールなので、はい、こちらの方は残念ながら削除させていきます、はい、ラボーナの勝ち上がりとおります。さあルーザーズブラケット1人勝ち上がりが決まりました。はい、じゃあ、はい、A 筐体のみ行きましょうか。はい、影丸さん違いますね、 A 筐体なのでこちらですね、吉弘対総一ですね。はい、行きます。レディーファイツ。
さあこちらルーザーズブラケット1試合目の試合となります。お互いラカンとラショウ、お近い単位ですね。これどっちが上なんですか。ラカンの上がラショウですね。だからラショウの方が1個上となっております。さあ、ワールドサイバーゲームズの2010日本予選ルーザーズブラケット1試合目、ポール VS ロー。さあお互い黒い服で決めてきています。そうなんですね、なんかかっこよく見えますよね。なんかオーラも黒く、全身も黒く。さあまずはお互い距離を取り合っていますが、完全にあれですよね、主催者がいじってますからね、リア充ヨシヒロとか。さあこのステージは、壁がある。壁ありですね。ということは一気に壁まで持っていく連続技が、まあ、ありますね、はい、両者とも壁運び性能に関しては高いんで、それをどう使うか、まあ、2人とも浮かせ技を警戒して、なんとかそれをさばいたり、まあ、かわしたりするっていう戦略も立ててますね。実際この鉄拳、新しく入ったシステムとしてレイジシステムというのが、そうですね、はい、体力ゲージがある一定以上減ると、まあ、ピカ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 ゲージが光ってくるのは何回か先ほどからあったんですけども、まあ、そういう簡単に言えば怒りゲージみたいなもんですね。体力は減って、まあ、自分の危ない危険を察したこのですね、この段階で技を当てるとダメージがなんと 1.5 倍、すごい減りを見せてますね。そうですね、そこの一撃逆転があるので、もう動けなくなったりやるとか、そこからの戦略を立てていくっていうのが今回の、まあ、新しい仕組みですよね。なるべくレイジを発動させないように戦うという。そうですね、レイジを発動させるからこのダメージを与えずに、まあ、これで浮かせて倒そうであるとか、まあ、そういった戦略も出てくるのが今回の、作品の見どころの一つなんですかね。無難にヨシヒロが取ってますけども。さあ3連続の下段も足蹴りで決めていきました。ここで残念ながら敗れてしまった方、ルーザーズブラケットからも脱落となってしまいます。やっぱりリア充強いんですかね。リア充になると、さあ JK 対ダブルですね。 JK 対ダブル、そして、D ブロックがタイカレー選手とニケ選手。そうですね、タイカレーとニケいきましょう。もうリア充もげろとかリア充ざけんなとか、本当いいコメントがどんどん出てきますよね。はい、鉄拳やってるリア充強いやつ多いよなと。具体的に誰がいますかね。リア充ヨシヒロぐらいしかあんま知らないですけどね。あ、竹山もリア充に近いのかな、ある意味俺あ、古水くん、あ、古川くんですよね。はい、全国的にどうやって古川くんの上に教えようか悩んでますけども、いきますよ。ダールーザーブロック、はい、レディーファイト。さあここでもうほとんどのプレイヤー一通り、ブロック見てきて、どうですか番長、気になるプレイヤー、上がりそうなプレイヤー。いやー、やっぱりね、無難に勝ち上がってる人間、例えば、まあ、ケンシロウであるとか、あとノビ、クルミズ、まあ、ここの試合が次が非常に楽しみなんですよね。 D ブロックの2回戦第2試合、はい、ノビ選手とフルミズ選手ですね。そうですね、あとおそらく今大会最年少じゃないでしょうかね、ダブル選手が今回出てますけども、はい。さあこれまたローですが、皆さんローいじるの大好きなんでしょうか。これ、そうです、いや、いじりやすいんじゃないでしょうかね、基本的に。なんか某漫画のタコキャラみたいになってますけども、はい、あの、もともとローって中国の拳法着てましたよね。そうですね、拳法着てて、あとジャージ着てたり、非常に、まあ、中国らしいキャラクターだったんですけども、もうすでに見た目でこれ何の中国も関係ないですよね。さあ、一方対戦をしているのはハンゾーモン・レイブン選手ですが、このレイブンというキャラクターも、鉄拳の5ですか。これは鉄拳の5ですね。5から出てきた、まあ、非常に忍者と、まあ、アメリカのスタイルと混ぜたような形になってますんで、まあ、そもそも鉄拳でファイティングスタイル、なかなか難しい、説明しづらいところはあると思う。そうですね、はい、もう様々なスタイルがありまして、結局中国拳法が主になっていることが多いんですが、まあ、例えば動物がいたりであるとか、あとはカポエラとか、あとそういう部分も出てきてますんで、もう一概にこういうスタイルがいるよってことは言えなくなっちゃってますね。まあ、クマとかいますからね。クマもいますね、はい、クマとパンダは本当にもう鉄拳でしか出せないキャラクターじゃないですかね。ですね。でも今回トーナメントの方はクマは出てませんね、はい。
全部で今38体キャラクターが、まあ、コンパチも入れているんでしたっけ。そうですよね。もうそれだけ出てくるとどれだけキャラ対策ができるかがもう自分たちの決め手になってくると思うんですよね、はい、こういう技が大体1人100以上あるんで、それを覚えた上で性能、フレーム、ダメージ、それをどこまで自分の中で把握できるかが勝負の決め手の1本じゃないですかね。さあここでもう知識、情報量が試合を制するというパートもあるわけですね。そうなんですよね。知識を持ちながら、しかも頭の中で算数もしなきゃならないんですよね、こういう 3D 格闘ゲームに関しては。まあ、実際私この前行ってきましたワールドサイバーゲームズの本戦ですが、果実行われたデッドアライブ部門とかですと、日本のアルカディアの攻略本をもうみんな持ってきてるんですね。さあここでシーダイで衝撃が起きたようですが、スラッシュキックで平八が勝利。なんとケンシロウ選手がルーザーズブロックに行きましたね。赤ライジン選手ナイス。さあ、現在行われておりますのはルーザーズブラケットの2、試合なんですが、ローが一気に攻めきって勝利。大会のロー壁が強いですよね。さあ、ここでさあ行きましょう。 A 兄弟ホンダ一人みこし、そして D 兄弟音符竹山。まあ両者これリア充対決ですね、ある意味。さあちょっと今、キャラクターミスなんで、キャラクターミスですね。はい、A 兄弟でホンダと一人みこし。ホンダと一人みこし、リア充落ち着いて、とりあえずリア充落ち着いて待ってね。さあ、大会でちょっとキャラクターセレクトミスがありましたので、吉光のごく惑いなしであっという間に調整が終了しました。さあそれでは準備、整次第の方が今始まってますね。そして A 代 B 代が準備ができたようです。それでは番長コールをお願いいたします。さあワールドサイバーゲームズ2012回戦第1試合いきましょう。レディーファイト。さあここで、アンナ VS ボブ。いやー竜王同士の試合ですね。このボブなかなか味のあるキャラクターで僕好きなんですけれど。そうですね、はい、体の割には機動力が高く、はい、なんて迷惑なキャラクターだっていうぐらいのダメージセンス持ってますんでね。さあ一方対するアンナですが、こちらはニーナ・ウィリアムスという金髪姉ちゃんの妹。そうですね、設定上そうなってますけども、どっちが強いかって言われるとまあお互いこういう技が全く違うんで一概に言えないです。ボブも非常にこのゲームで強いキャラになってますけども、大会の爆発力は両者とも強いですよ。しかも今回壁のあるステージですから、端っこに追い込まれた時はかなり危ないと。そうですね、まあ、しかも竹山選手この方に関してはデッキ4の全国大会優勝という経歴を持ってますので、非常に知る人と知るプレイヤー。そして音符に関してもそうですよね、数々の大会で優勝準優勝、まあ、もぎ取ってますので、そういう部分に関してはお互い、まあ、よく知っているプレイヤー同士の戦いになってます。さあまずは1本ボブが選手、お互いうまくやっぱり相手の状況を見つつやってますよね。間合いの取り方、一気に技で攻撃を詰める、逆腕2からハイキックで牽制、アッパーでこう奈落、そこで2回連続いく。竹山が出てくる時のコメント、嵐行く、おー風神拳使ったところに速いバウンドコンボを決めて壁に持っていく、奈落。さあローキックでダメージを削りつつ裏に回るが、アッパーで浮かせる、よく見ていた壁、難しいところ周回になりそうだったが当たらない、届かない、中断ローからどっち、あーっとうまい、横に避けるの読んでいた、ここを逃がさない、これがレイジの爆発力。
そうですね、しかも相手の行動を読んでの戦いですね。さあ完全に盛り上がってますニコニコは。さあここで、行っておりますのが2回戦の第1試合、進んでおりますが、まずはボブが2本選手ここでリーチをかけております。一気に流れは変わらないといいんですけどね、何が起こるかわからない鉄拳。さあ3発一気に入れる、お互い空気を読む。そう中段からワンツリーヨン、これはきっちりと避けて状況を見てダメージ確認。ホンダの方も勝ち上がってますね。さあここで、勝利をしました、竹山選手 D ブロックの 準決勝進出となっております。そうですね。さあ続いての試合、ご紹介していきましょう。さあ B 兄弟に関してはブッポニコル、そして A 兄弟でブッポニコル、そして B 兄弟でノビフルミズ、影丸とハチャやってますんでね、頑張ってください。さあ準備が整ったようですので、番長コールをお願いいたします。さあワールドサイバーゲームズトーナメント2回戦第2試合いきますよ、レディーファイト。鉄拳同士の戦いですね。さあこれは視聴率かなり上がるんじゃないですかね。あ、古川イケメンだろ定談とか言って、古川がイケメンとか本当実況してください。さあレイウーロン VS ドラグノフ、これキャラクターの相性としてはどうなんでしょうか。いやノビの、まあ、ドラグノフの方がおそらく知識的には少ないんですけども、キャラクターの相性的にはまあここまで来ると変わらないですね。あとは人間性能と大会補正でどのくらい変わってくるかと、これは実況したいですね、きっちりと。さあシャープナーで、あーっと相手は4での行動、お互いとさこれはやり尽くしたような状況があるので読み合いが何重にも発生している。あーっと避けられない、ノビがまず1本。さあ一気に無限ステージなので距離を離す、アップを渡らずしゃがめなかった、アサルトから投げは通らない、投げ抜けの精度がお互い高いんですよね。ローキックで先制、あーっと破壊そうだからコンボ精度が高い、裏に回る古水選手のねコンボ精度が異様に高いんですよね。大会じゃなくてもできないことが多いだろうと、確保を言おうとしたができなかった、しかし伸びがきっちり拾う、店に行くアッパーからシャープナー、クスパー、さあ逃げつつノブが、あーうまい避けてこれを見せた、ここが大会の面白いところ。さあレイジでいちいちお互いにイーブンの状況に持ち込んでいます。さあコメントは非常にいいコメントをくれてありがとうございます。さばく見えてた、それが失敗、シャガパンダズスマー、たださばく若干伸びがさっき取られた部分で焦ったか、アサルトからあーっとカウンター、どんどん置き攻め重視、拾いに行かせない、先ほどのようなミスはしたくない伸び、きっちり決める。さあ1、2でリーチをかけたのはノビ選手。さあ構想、そしてコンボを決める、起き上がりは中段、これでしっかりと置き攻め重視、あーっと読み的には合っていたが失敗、投げは取らない、あー打ち切った、しかし安かったノビ、肩肩一気に持ってきたい、シャープながら超アサルト、その距離で出しますか、強気の中段振ってきましたね。いやーコマンド難しいですよこれ、はい、なんすかこの状況か。そうですね。さあ、ここで、古水選手が残念ながらルーザーズブラケットの方に移動とですね。はい。さあ続いての試合、ご紹介してまいりましょう。さあ A 兄弟でニコルとヨシヒロ、そしてC 兄弟大丈夫ですか、もう OK ですね。そして D 兄弟の方が D 兄弟も OK、 古水選手また登場おめでとうございます。
さあ、ルーザーズブロック行きましょう。レディーファイト。さあ、今回ワールドサイバーゲームズ日本、鉄拳の部日本予選はダブルイリミネーション方式というトーナメントで行っております。こちらのスタイルですと、トーナメントの中で各プレイヤーがライフを2つ持っております。1回負けてしまっても、ルーザーズブラケットの方に移動して、再びそこからトーナメントを目指すことができます。さあ、始まりました。そうですね、ちょっとコメントを見ながらやるのは結構難しいんですけどね。途中本当いろんなぶっ放しのコメントありがとうございます。ジャクラー好きだ、結婚してくれとかね、どこの気違いだったらしいですけど。さあ、いろいろとまずそうな発言が出る前に試合の方に、注目していきたいと思います。まずはこちら、レイ・ウーロン VS、ロ。お互い中国拳法同士ですが、その色はかなり違っています。そうですね、実際にこの2人が戦うことはあまりないとは思うんですけども、まあ、鉄拳だからできる系統だとは思いますが、まあ、さっき、まあ、ノビ選手に残念ながらやられてしまった古見選手、生き生き動いてます。さあ、非常にレイウロンテクニカルな動きが多いですね。そうですね、どっちかっていうと本当にもう見せてながら戦うっていうようなキャラクターだと思うんですけども、意外に操作性能が難しいと。コンボ精度も結構ね、普通にやると難しいんですけども、古見選手その辺はうまく使ってますよね。昔鉄拳2時代ですと、あの寝るだけのレイウーロンで、あの喧嘩があったりとかね、優勢中段脚と下段脚の2択で、泣きながら帰る人とかいましたけれども、泣きながら帰ろうって相手を泣かせて帰る人いましたよね。はい、さあ、まずは一本一本お互いに取り返して、取っている状態で、体力が有利なのはレイウーロン鉄拳神。逮捕。さあ、これは相手技ですね。でもこういうカスタマイズをしてですね、まあ、両パン投げをした時に相手を倒せると、相手を逮捕すると。まあ、なんでかというと、レイウロンに関しては中国の、まあ、警察なんですよ、この人。キャラクター設定上それ以上になってますので、こういうこともできる。これ今逮捕されたローが非常に大暴れしています。パーフェクト。はい、ローぶち切ってます。とりあえずおそらく焦ったのは古いんでしょうね。避けてアッパー届かず、ジャッキが遅れたか。ワンツースリー、ワンツーニーが決まって、下段拾えた、ドーン、カルシーで、ああ、いかない、投げに行く。今のはレイジを避けたと。そうですね、いうことでしょうか。うまく避けようとしましたね。うまい。さあ、しっかりと下段を読んで、何もさせないこの状況さ。鉄拳2を彷彿とさせるような試合の運びでしたが、落ち着いてますよね。はい、さあ、続いて今映っておりますのは A 代の試合です。そうですね、ジャック対ポールなんですけども、まあ、ジャック私の持ちキャラでもあるんですけども、非常に昔からいるキャラクターですよね。だいぶ仕組みは変わっちゃいますから。今回ジャック6、ジャック6、6ですね。鉄拳6とかジャック6という安易なネーミングになってます。さあ、一気にここで相変わらず、戦闘スタイルは力任せなんでしょうか、このキャラクターは。戦闘スタイル力任せっていうね、知ってた人間の本当センスも完敗ですが、こちらのステージも壁がない、ないですね、無限フィールド。まあ、ステージを見てもらえば非常に分かると思うんですけども、非常にグラフィックがよくできてはいます。まあ、こういう状況下で戦って、まあ、外の自分がやってるとそういったところもあまり見えないんですけどね、客観的に見ると非常にクオリティ高いステージですよね。去年共投げを決めたジャックオット、スイープを浴びせ蹴りでやりすぎましたね。読まれてましたね、綺麗に。さあ、ここで、ルーザーズブラケットも進行しております。今 C 代の方では、ブロックの準決勝、ユウ選手と赤ライジン選手が戦っております。A 兄弟が一人見越したいダブルになってます。そして D 兄弟に関しては音符とタイカレー、これは D 兄弟注目ですね。 D 兄弟とか B 兄弟ですかね。いきますか。さあ、ルーザーズを切りましょう。レディーファイト。さあ、ここは鉄拳王と竜王の対決となっております。かろうじてアンナの方は原型をとどめている、コスチュームになってますが、そうですね、はい、コメントも出ますからね、ちゃんと。
コメントの方にはあの普段遊んでらっしゃるゲームセンターの情報も出ていると。そうですね、はい、だから自分がどこでメインでやってるかっていうのは分かるんですけども、逆にあれも弊害があるんですよね。語りができるというね。まだ語りが出るんですか。そうですね、1回行ったゲームセンターに実はあの登録できちゃうんで、例えば旅行先で沖縄に行ったから、じゃあ沖縄の名前でそういうことできちゃうんですね。バーチャーやったことあるんですか。ありますね、ゲームイン那覇とかでやってますね。非常にリゾート気分で鉄拳やりに行って。そうですね、登録までしてと。まあサイカレ対オープン、こちらも非常に昔からはよくやっているプレイヤーですよね。対戦をお互い鉄拳王とリオなんで段位差は1個、実力的にはどうなんでしょうかね。サイカレ選手、試合数が尋常じゃないですからね。そうですね、こんだけ頑張ってね、強く鉄拳覇王まで行ったのに、まああんまり人に認められない残念なプレイヤーでありますけれども、実力は本物ですよね。今のは取れたか、避けて飛べなかったオンブ。さあここで2本取って、有利な状態で進めていますのは、フェンウェイ、サイカレ選手、ね。まあ、中国拳法で非常に見栄えも見応えもあるキャラクターになっておりますけどね、フェンウェイ。腰につけてる匂い棒らしきものがちょっと気になりますが。そうですね、まあ、実際に使用することはできないんですけど、こういう。さあ音符がこれでいくか。あーっと、レイジの状況をうまく切り返していきます。そうですね、さあ今度は白いカンガルー、まあ黒と白と多分カスタマイズを 1P、2P で分けたでしょうね。怖すぎるこのカンガルー、ライツーとりあえず打っとけという感じで。先ほどあれですよね、あの免許改伝で、あの難易がそんなに高くないということだったんですが、もう強い強豪プレイヤーを倒している状況がありますけどね、はい、今回相手武神ですからね、もう上から数えた方が早い台ですね。さっきからカンガルー見てると伸び伸びと戦ってますね、はい、やりたいことをやって勝てるっていうのが一番だと思いますよね。さあここでレイジ状態になった、ロジャーですが、あとここでスライディング、スライディングで、まあ、キッズシールドを刈り取ると、まあ、リスクの少ない選択肢を選んだってことですよね。シャガパンで止める、回って寄らない、うわーっと横に避けて、さあアタックつける、壁際コンボ失敗。ああ、この技は有効な技なんでしょうか。どうですね、今のかつて見たことあまりない状況ですけどね。彼が使う日は使えるんでしょうね。まだワンチャンチャンスはあるか。10連よくかもした、サバ、おっと久しぶりに見ました。10連コンボガードできるならサバコというような状況になりますけどね。さあ 3-2 でローが勝利。いや非常にいいロジャーを見せていただきました。ダブルが冷や汗。さあここで、C ブロックが、お先ほど U 選手が敗れてしまいましたね。お U 選手敗れました。はい、今ルーザーズブラケットの方に移動しましたね。はい、そして赤雷神選手、平八が C ブロックの今、決勝戦進出。赤雷神やるな、平八でよく頑張ってる。ただあのこの前の世界大会でも平八残ってましたよね。そうですね、 JDCO ですね。 OK ですか、行きましょう、はい。この状況でノビが行くか、そしてホンダが行くか、レディーファイト。さあ続いて、A 代 B 代どちらを。これはもう竹山対ノビが超注目だと思いますね。さあ竜王 VS 鉄拳神、どう見ますか番長。いやー、これはお互いやり尽くした感がある試合なので、どっちの体調がいいか、それだけで関わってきますね。さあステージはこちらは多分おそらく鉄拳6この VR の中で一番狭いステージですね。さあトマトの投げ合い。さあ下段から P で横移動、横の下手中スマの回数おかわり当てつつ投げは抜ける、投げ抜けの精度が高い竹山もいい年なんですけど、まだ投げ抜けれる。奈落から一気に組み立てる、避けて、あー、200点削れなかった、ワンロー。さあ竹山選手一発しか食らわずに1本目。そうですね、技的には甘えてるんですけどね。壁バウンドから中段200入れて横移動、 P からアローケン、あーっとここでいつ
壁に切られた。ワンツー入んない。シャガパンから細かいろ。強え。さあ丁寧に2本目取りまして、リーチをかけたのは竹山選手。おいおいリア充なめんなよ、帯そういった声が聞こえてきそう。アサルト、シャープな、シャープな、ワンツースリーカウンター、一気に左につける。そしてあーっと打っちゃった、危ない、さばく竹山、まだ頑張れるか。あーっと中段よく打った、ガードされてるのは死んでましたね。さあ 2-1 のび選手が1本取り返します。ボブ VS ドラグノフ。あーのびさんお疲れ様です。のびさんお疲れ様です。さあここでのびさんお疲れ様です。パーフェクト勝利して竹山選手勝利いたしました。続いて今 A 代で行われておりますのがブッポ対キアレですね。あー、誰だっけ、ホンダフェニックス VS、こちらはホンダですね。ホンダ対ブッポですね。名前は変わってるから分かりにくいですよね。いいですね、これ。どんどん、はい。さあ、3本取って、なんか今、ポロッと出てきましたけど。はい、アイテム技ですね。国有のアイテムを買って技を出すと、アイテムに対する技が出せるといったこの試合になってますけども。お、向こうは、影山対、雄、ルーザーズ対決。どっちが決めるかですね。ルーザーズブラケットで、影丸選手 VS、雄選手、フェンウェイ VS、ジャックシックスの対決が行われております。さあ、ここで D ブロック、さあ D ブロックに関しては吉弘対ダブル、そしてラーフルミズ対タイカレですね。行きましょう、レディーファイツ。さあ現在 D ブロックのトップ、頂点で待ち受けているのはライフを2つ残した竹山選手、そして C ブロックで勝ち残っているのは赤ライジン選手となっております。Get ready for the next battle. さあ、ルーザーズブロックでこの高カード、確かにそうです。さあ視聴者の方も分かってらっしゃる方が多いようですが、さあここで対決はフェンウェイ VS、レイウーロン。Round one. なんか加速装置持ってそうな、確かにそうですね、フェンウェイですね。それ赤いだけじゃないですか。さあここで、タイカレ選手とフェンウェイ、あ、ごめんなさい、レイウーロンはフルミス選手です。あ、そうですね、はい。この試合に関してももうずっとこの巣鴨の地でやり尽くした2人ではありますから、まあどっちが強いかっていう部分に関しては、まあ、一概には言えないのはこの現状ですよね。まさにもう身内読みがどこまで発生してますね、はい。さあこのステージですが、特徴的なのがこの下に床が壊れるステージなんですよ。ある特定の叩きつけ技を使うと、その叩きつけ技によって、まあ、床が壊れて下のステージに行くと、まあ、そういった戦略も実は立てられるんですよね。コンボの内容は変わってきちゃうんで、だからどういったところでその壁を壊すか、床を壊すかといったところが非常に見どころだと思いますけども。さあこの角度は、おっとおっと、珍しく古水選手コンボミス。やはり身長13回数 P からワンツーローで、シャガパンローキック、あーっと流星じゃない、ローがしゃがんだが技は返せなかった。しかしローハイ、タイカール選手丁寧に丁寧に技を出していきますね。さあここで浮かしたのはレイウロン、これが壊れましたね。これ一撃で体力半分以上、そうですね、壊して壁に持っていく。おっと、ユウ選手が C ブロック敗退のようです。おっと、世界大会準優勝、ユウ選手がここで敗退、はい。赤ライジン選手と影丸選手が勝ち上がって C ブロック対決になります。竹丸選手ルーザーズ頑張りましたけどね、対する部屋地ですね、頑張れるかどうかですね。さあウルミズがここでゲダンゲッチューテッサツースパー、あーっとここで拾ってコーロー、レイジ状態のフェンウェイで感じにやりましたね、はい。あー呼ばれていた、古川顔が終わってる。たまにニヤッとするのがすごいなんか気持ち悪いぞ。
さあ体力はややフェンウェイ有利の状態ですが、いじられて強くなる古川君。クダウン、どっち、カレーパンチ、あー危ない、あーっと、これはでかい、これで勝てなかったな古水君1日おーっと、まさかの中断でしょうか、なんですかそれ、一瞬相手のステップアウトの隙に蹴りが刺さっています。コマンドミスでしょ、でしょうね。さあここで今の接戦を制した古水選手がついて反省会ものだった、確かに反省会です、ノビ選手とまた対決になりますね、ルーザーズブラケットでの対決、先ほどの試合ではノビ選手が古水選手を下しています。すごい、しかしそのノビ選手が竹山選手にウィナーズブラケットで敗北してしまい、ここでのルーザーズブラケット決勝戦での対決となりました。ブッポ対吉弘、そして古水対ノビ。いやー盛り上がってきましたねこの状況。まだブロックトーナメント2つ残ってますからね、はい、さあ準備ができたようですので始めていただきましょう。行くしょ、レディーファイツ。現在行われておりますのは、ワールドサイバーゲームズ2010、グランドファイナルロサンゼルス行きの切符2枚をかけての鉄拳6トーナメントになっております。さあ鉄拳神同士の戦いがまたここで見られるわけですが、そうですね、先ほどはノビ選手が勝利しましたが今回はどうでしょうかね。さっきの一本、いやもうすでに言ってますからね、厳しいよっつって。さあゲームセンター平八というなんかいい名前のお店のあるんですよ、されてる、ある意味聖地的な感じなんでしょうか。ある意味聖地なんですけども、いろんな意味で聖地なんですよね、あそこ、はい、とまあ大変な方々が集まれるようなゲームセンターで、鉄拳しかないらしいんですよね。あ、そうですね、まあ、まあ実際私は行ってみたいんですけどね、愛知県にあるっていう噂を聞いてますけど。さあ読み合い、先ほどから規制が盛り上がってます、身内で盛り上がってますよ、はい、結構。さあまず1本取ったのはノビ選手、お互いにこのお互いステップインがこれだけできるっていうのがすごいんですよ、はい、何技出してくるかわからない、お互いのこの信用、後ろに回る、もちろんレイウーロンらしい動きと、そうですね、シャープな中段ニアス中段。さあここからが怖い鉄拳6ですが、プルプル動いて、あ、空気読む、先ほどのような昇竜出せるか、残り17秒、とここで思いっきり振りかぶったパンチ、自殺流星からと、ここで返し技取りますね、中段がロー、ロー、ロー、お互いロー合戦、裏に回れない、拾った、やべえ届かない、シャープな、シャープな、ローパン、さあシャガパンで決めました、ノビ選手、ここで勝ち上がりが決まりまして、竹山選手へのリベンジマッチ、総選挙を入りましたね、はい、さあ先ほどの試合後半はなんか技名すらなかったような技で試合が進んできましたが、ここで兄弟ではもう決勝戦ですからね、ジャックが前線してますね、前線しますね、とここでジャックが取りまして、ブラケット、今ルーザーズブラケットから上がってますから、ライフが残り一応決勝戦ですよね、はい、新兄弟に関してはこれで勝ち上がりは決定、赤レジンと影丸どっちが行くか。さあここで、今映っておりますのはポールフェニックス同士の対決、珍しいですね、同系珍しいですね、ポール戦大会ではなかなかこの試合見たことないんですけどね。さあポンケン祭り、祭りですね、おお、フーガー抜ける、投げを抜ける、変わらりポンケン、フーガーが通る、まあ、お互い意地の見せ合いに近いところですが、そうですね、スカッタしゃがめない、フーガー、フーガー投げ抜けの精度が悪くなってきた、ブッポ、あーっと、これは打っちゃったけー、どんどん、はい、リア充、吉弘、残念ながらこれで敗退。さあ続きましては
さあ決勝戦ですよね、これで本田とブッポ、そして竹山とノビ、さあこの組み合わせが再び、竹山選手は現在ウィナーズブラケット無敗で上がってます。そうですね、はい、これで竹山が勝てばもうそのまま勝ち上がり、そしてもう一人本田が勝てば勝ち上がりですね、はい、行きましょう、レディーファイツ。さあ現在ですね、トーナメントダブルイルミネーション方式で行っておりますが、ここでトーナメントに勝ち上がった5名で最後はリーグ戦総当たりで、そうですね、はい、試合を行っていただきます。影丸が勝ち上がりそうですね。さあC大がジャックシックス、おっとルーザーズブラケットからの勝ち上がりが C 大、すごい決まりましたね。影丸選手のジャックが赤雷神選手の平八を下しまして、2回連続で勝利して影丸選手ウィナー、リーグ戦勝ち名乗りを上げました。 C 兄弟代表おめでとう。さあノビと竹山、先ほど避けてシャープナーをギリギリの前でスカッシュスキナッチ持っていく、壁の端まで一気に持ってきましたね。さあ河原からクスマン、アサルト速い、壁難しいぞ。さあ周回コンボに近いがローパン投げ、やはり投げ抜けの精度が落ちてきた竹山選手、勝率は 70%。 さあ開幕いくが拾える、あーっとこのままカニバサミ投げは倒立、ロギックダメージ、シャープナー迷い取る、あーっと打ち切った、シャープナーからシャープナー捌く、あーっとコンボミス、クスマピーからアップは届かず、一撃は怖い、しかしここは返す。さあ先ほどは、敗れてしまったノビ選手が今度は竹山選手を追い詰めていますね。あ、一発でブーストを入れて壁山の持っていくが届かない、逆ワンツー B からいい距離取る、あーっとダッシュからジャンボコンボ、横を見ているよく、そして頭なんとか取っときたい、おかわり、非常に面白くなってきた、逆ワンツーハイキック返すがスピーカーの投げが通る、投げ抜けの精度が甘いが竹山、さあ打っちゃった、甘えた伸びの残念さ、どんどんローキックハイキックから横横横移動させない、スピーからよく見て攻めるかよる、攻めまくる、投げは通らない、打ち切らない、アサルト投げは通らず、ワンツー、なんだこの試合、ギリギリの状況、叩くで残念すぎる。さあタックルを切り返してフルネズの喜び、これは熱い、あーっとアサルト当たって、ドンドンドン、はい壁3発でかいダメージ、さあ一気に竹山選手押し込まれているが、押し込むが、あーよく見ていた、これで勝ったのはノビンビン。さあしかしここでノビ選手がルーザーズブラケットからの勝ち上がりということで、続いて連戦となります。ブッポも勝ったの、おお、これは熱い、実力決勝戦、これ勝った方がいける。さあドラグノフ VS ボブ、ルーザーズブラケットから勝ち上がってきたドラグノフ選手が、あ、ドラグノフが、ウィナーズブラケットのボブ1回倒しておりますので、ここで決勝戦ブロック決勝となります。ノビ VS 竹山、さあノビ対竹山、今回3回目ですね、これで最後の対決となりますが、そうですね、スコアは 1-1 という状態になっています。さあ打ち切って肩を入れる、さあ拾ったコンボしっかり、さあ投げは取らず、ああ3発いった、一気に押し切ったのはノビ選手、ワンロー逆ワンツーロー届かず、シャープナーから爆発力は伸びのが入るあるか、
かし竹山冷静にいきたい。河原アサルトの速度が速すぎる。こいつこの状況どうすればいい。何もできない、何もできない。アサルト、さあ中段と下段の2択という 3D 対戦格闘ゲームの基本中の基本で、そうですね、さっきアサルトアサルトと申しますけど、これレバー前右パンチなんですよね。暴発しやすい、あの距離で、いや打てるのがすごいんですよね。要はスラッシュキックだと分かりやすいと思うんですけど、それもパンチマンなんですね。それをゼロ距離で出してるっていう、このコマンドテクニックの精度、しっかり返す竹山。さあ先ほどから見てると野美選手はあの相手の攻撃をスッと横に避ける。そうですね、はい、3D ゲームの特徴だと思うんですけども、技によってどっちに避けやすいかっていう技が全て、まあ、ありまして、それをきっちりと自分の中で分かってやってるんですよね。さあ野美がいった、パーフェクト。野美選手もこれはルーザーズブラケットからの勝ち上がり。面白いのは本田とブッポ影響体移してみましょう。はい、ダブルイリミネーションの恐ろしさというところですが、どっちが勝つかによって変わってくる。アッパー、壁ダブルスキル、ドンドン、はい、ダメージゴム。さあ取れるか、 P から投げは取らず打ち切っちゃった。しかし返す、あーうまい、惜しい。そこをライトで返した、暴れライト本田。さあここでリリーが勝利、決まりましたね。これで B、C、D ブロックの勝者が本田、影丸、のび。さあいかがですか、この顔ぶれを見て番長。いや、やっぱり勝つべくして勝った人間が上がってきてると思いますけども、非常にまあもったいない人たちもどんどん散ってはいますよね。これがまあくじ引きの差だと思いますけどね、はい、さあ続いて残りました A ブロック、そして E ブロックの2ブロックなんですが、A ブロックの1回戦がなんか気になる名前が出てますが、番長。はい、はい、A ブロック1回戦、実はですね、まあ、ナムコ代表として、番長の方出させていただきますけども、まあ、ガチでやるのもあまりあれなんで、今回、ニコ生を盛り上げるために、片手でやります。片手プレイ。1回戦、手を打った方で。鉄拳番長、ジャクラー選手が、片手で対戦をすると、言ってるんですが、勝っちゃったらどうするんですか？いきます、そのまま。そのまま上がりますか？わかりました。さあ、それでは、続いていきましょう。 A ブロック、1回戦、鉄拳番長 VS ネオタワー、そして、E ブロック、A ブロック進行させていきますね。先にコウスケ選手と、チョコヤン選手が B 代になります。さあ、番長片手でということは間違いなく実況しながらやることになるんでしょうか。実況しながら言いましょうか。じゃあ自分で実況しながら難しいですね、なかなか。なるべく番長を揺さぶるような質問をしていきたいと思います。じゃあタイトルいきましょうか。はい、準備よろしいでしょうか。あ、まだ対戦相手。さあ、ジャクラ選手片手でどのくらいできるかというと、ファイナルアトミックバスター出せるんでしたっけ。ファイナルアトミックバスターどの技でしたっけ2回転みたいな感じで。ああ、はい、懐かしいですね、また、はい。キャラクターというかゲームが違いますから、はい。さあ、それでは、ネオタワー VS 鉄拳番長という、試合ですが。これ、いろんな意味で熱いですよね。いろんな意味で熱いですね。仕込んでない状況下で。しかも、ネオタワー選手、カード持ってましたね。ちゃんとやってますからね、あの人。ちゃんとやってます。さあ、それでは、ワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選 A ブロック1試合目2試合目見ていきましょう。さあ、ちょっと両手でやるのもあれだったんで片手でいきますけど、全然保険じゃないです。普通にガチでいきます。さあここで、さあ開幕、ネオタワさんといえばもう違う方の 3D 対戦格闘ゲームで非常に有名なプレイヤーですが、そうですね、はい、あ、話しかけていいんですね、番長。とりあえずネオタワ選手にアドバイスを言いますと、カブタダーッと決まる。片手でプレイしているので両パンチ投げ抜けすごいしづらいです。そういうあれはいらん。さあこれは厳しい。しっかりとボブ対ジャックで辛い状況があるのにあえて引くんだ。さあ高部いけない。さあこれ本当に片手ですからね、皆さん。さあ浮かせて肘落として落下から拾いに行きます。さあコンボ入れて走って
砂漠。さあなんとかネオさん、ネオさん空気読んで、空気読んでネオさん。さあチーズ。鉄拳番長、この試合どう見ますか。いや結構辛いですよ。ネオタマさんが結構本気で殺してきますからね。さあ現在、生放送の担当しておられます、ネオタワ選手がここで試合に出ています。ジャンボン。さあ浮かせて、ネオさん空気読んで、ネオさんお前な。あ、ちょっと今あの鉄拳番長の字が出ましたけども、ここでさあここまで鉄拳番長ルーザーズブラケット行きになります。はい、そういうもんで行こうけど、はい、さあ隣の台が、コウスケ選手とチョコヤン選手の対決、これ平八そしてボブ。そうですね、この2人ももともと神奈川で一緒に戦っているプレイヤーですね。まあ、見てほしいところはですね、カスタマイズですね、コース選手の。何か見えませんかこれ。まあ、ちょっといろいろ似てますよね。判決がね、はい、出てきましたね、ちゃんと。ベジータ、ベジータと、はい。はい。ちょっと髪の毛の色が変わったりするんでしょうか。いやまだ多分慣れないんじゃないですかね。はい、悟空戦う前だと思うんで。さあここの片方のボブも頭に傘、パラソルですか。そうですね。おっとここでコウスケ選手が破れてしまってルーザーズブラケット行き、行き、はい。さあ続いて、A ブロック進めてまいりましょう。あ、こっち行くんだ。それでは青オリバーフクス、ペコス。フクスいますか今回。来てない。あー、来てないんだったら、残念ながら不戦勝となります。じゃあ、青とオリバー、前の方に出てきて、じゃんけん。ってことは、ペコスが、無条件で勝ち上がり。ね、そのままの流れで行くんだったら、コウスケと番長。行きましょう。番長、両手使った方がいいんじゃないですか。いや、片手で行きます。さあ、番長、ルーザーズブラケット連戦となりますが、対戦相手は、コウスケ選手、平八です。まあ、両手でやって負けただけで言い訳は厳しいんで、片手でという状況ですかね、これ。はい。さあ、本当にプレイヤー人数の穴埋めだったのか、それとも本気でやる気なのか難しいところです。両手で頼むって言ったら、両手で行けよが出ますけど、これ片手で勝った時の方が面白いから、片手でやるんですよ。相変わらず性格が素敵な番長ですが、さあそれでは進めていただきましょう。鉄拳6ワールドサイバーゲームズ日本予選ルーザーズブラケットの1試合目と1回戦第3試合となります。まず映していますのはルーザーズブラケット1試合目。実況しながら撮れてきますよ。モニターも映ってますね。片手でどこまでできるか。この右手の動画をお見せできないのが残念。さあ前代未聞の実況しながら自分の試合、しかも片手。さあジャクラー鉄拳番長 VS コースケ、はいはい、叩きつけて、さあコンボミスですが、おっとこれはまさかのパーフェクト勝ち。片手であまり変わらないって状況ね。まあよくね、お前なんて片手で十分だとか言いますけど、本当にやるとは思わない。まあ十分ではないんですけど。さあ、ジャクラーが今現在ワールドサイバーゲームズ日本予選片手で戦っておりますが、先ほどのコウスケ選手キャラクターのコスチュームが微妙に変わっていますが、新しいでしょ。さあできるかな、何かできた。とここでツーファイルドライバーできるかね。ファイルドライバー、ギガトンパンチが見てみたいんですが、あー風神拳がやっぱり変わらない。コーンも決められて長く長くライジン。さあ後ろに下がるが以前から甘い悪事件。さあレイジだからジャッカー残るが、どうしよう。ああ膝で KO。 これ自分で実況しながらやるとなんか全部バラそうで嫌なんですよね。そのうちジャクラが中断中断って言いながら下段を出す日が来ると思うんです。ああそういうね仕組みで、はい、さあ投げを抜ける、投げを抜けるよ。あなぜかここでかかとから叩きつけたら奈落ライジン。あくし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 本当に容赦がない。コウスケ、コウスケ選手がそろそろ対策を見つけてきたんでしょうか、はい、狙われましたね。しかしここで後がないのは両者一緒。スイープから逆ワンツー返す。
ルーザーズブラケットの試合になってます。婦人拳から。から風神、奈良くなくライジン。ああ、ひどいひどい。あう。きちさすがに頑張ったら無理だった。2-3で、ここでコース選手の勝利ですが、お疲れ様です。あ、はい。あ、僕です。はい。ちょっと行ってきます。さあ、実際になんか手の動きを見ていただけそうで、このまま勝ち上がりたかったんですけど、残念ながら無理でしたね。さあ、いろいろとね、楽しみながら鉄拳をするということで片手を覚えましたけども、非常にそれも楽しかったということで、皆さん見ていただけましたでしょうかね。はい。はい、番長の横にいる人もしますね。はい。左手がなくなると鉄拳できるなんてできません。そんな器用じゃないです。普段は両手でやらせてください。さあ、勝ち上がってますね、結構。いい感じで。出てくるのが、続けて、オリバー不戦勝でそのまま上がりましょう。はい、ネオタワーチョコヤン。ネオタワーチョコヤン。そして、青ペコス。ネオタワーチョコヤン、青ペコスでいきましょう。さあ、番長の横にいる人が向こうで戦ってますけどね。もともと、鉄拳3の、まあ、非常に有名なプレイヤーだったストッキング松井さんですけども、まあ、ちょこっと BR の方もやってるようで、注目をしたいところなんですけども、残念ながら、まあ、遠いところですね。さすがに次はきつい。おいおい、次はどういうことだよ。俺はきつくなかったみたいな感じで言うだろうね。さあ、これはどっち行こうかな。試合で、まあ、面白そうなのが、青対ペコスですね。ビーグルといきましょう。レディーファイツ。さあ、番長も出させていただきましてね、非常に楽しませていただきましたけども、まあ、まだまだこのレベルで勝ち上がるのは厳しかったところですかね。どれがネオタワー？ネオタワー映ってません、残念ながら。ここは、サンドリオン、ペコス、そして青ですね。鉄拳王対鉄拳覇王ですね。Get ready for the next battle. 番長の横の人の名前何？ストッキング松井さんです。これニコニコのこれ横を見ながら見るの面白いですね。I hope you're ready. ハリス、よろしくお願いします。さあ、青対、ペコス。始まった。スピーからスピーハイアッパーワンツーやつが当たらず KPP 珍しいそういうコンボを使う。さあ PP から投げは通らない。そうです、アーリーサダー、こちらのキャラクターはロボットです。まあ途中ねミサイル撃ったりもできますけどね、それをやるかどうかは青次第。普段さあ性能的にどうでしょうかね。爆発力は非常にボブはありますけども、アリさん性能が高いのは横移動と爆発性能、相手の技をかわす精度は非常に高いですけども。さあアップ明かした、横だちょっと難しいがコンボ決めるか、うまい、しっかりと。飛べない、横移動させずにきっちりと細かい行動でなんとかしようとする。ロジックワンロー、あーっと横の一瞬の動き、相手を透かしてコンボはなかなかいいコンボ、投げ抜ける、首を取って首を返すとかね。そうです、アリサはロボットです。ボスコのビッチの娘なんですけども、なんか死んじゃったのかなんかでロボット化されて生き返ってます。そっち頭ローパー、ラウンド3ファイト。ワンツーからいけるいける、逆ワンツー、ミンチを決めて KPP 投げを抜ける、ワンツー入らない、ワンローできっちりと細かい投げは通る、チョップでナイスか、でかいゲダン、ガードされればでかいが、あーっとアップはカウンター、ロンロン、そして蹴り頭、ロードローキックで最後まで切れる。ラウンド4ファイト、打ち切りしまう、記憶連携ボディ
ローキックで牽制、距離を取りながら一気に前に詰めるが、おっと投げ、横投げが抜ける、横移動はさせない、ユーリーフレームから下段下段、ボブも細かい、大技が出せない、ローから頭後ろに避けるがローキック中段、横に避けたが当たらない、ここで PP ペコス勝負強さを見せる。この2人9月に行われる鉄拳6全国大会、こちらの攻撃出場者の2人でもあります。ローキック PP から投げが通る、ロー、さあ下段回し下段回し、一気に攻め立てるのが頭もったいない、これはミスった、ヒット確認ができなかった。テイコスルーザーズブロックの方に行きましょう。さあネオタワー、ネオ対オリバー、オリバーじゃんけん、いやー鉄拳やっててね、生活も充実するって非常にいい話ですけどね、なかなか両立が難しいというこの状況が、皆さんいかがお過ごしでしょうか。その中で頑張って充実しているのは吉弘さんであったり竹山さんであったりでということですね。さあ行きましょう、ルーザーズブロックレディーファイト。さあコウスケ対ペコス、これは非常に面白そう。さあワンハイかかと2発どんどん1234ローキック、クズマ3発かかと、奈落奈落ライジン届かず、打ち切れない、避けてスピーが長い、あっとカウントカウント、ドンドンドン、はい壁難しい、打ってしまう、どうする、あーっとよく見てたかかと、ディレイをかける、しっかりしてます。いや世代の壁を感じさせていただきました。あですからやっぱり、はい、しょうがないですよね。ロメロスペシャルだけは決めてきました。あマジですか、はい、おそこだけはきっちりと抜けなかった、あるいは乾杯ですけどね。ワン・ツー・スリー、奈落が勝とう、ルーザーズブロックからの戦い、コース選手に頑張ってほしいところが、スラッシュローキック、3の転がず頭で返す、奈落が頭なんすか古川さんでしょ、最高のゲームです。その数ワンツー避けて先行、アッパーカウンター打ってしまう、もうしっかりジャンセイやっと打ち切るが届かず、キージン確認失敗、ミンチミンチからピロー、ラウンド4ファイト、アッパーからボディ長く、さあアポスト123、アップしたカウンターやりすぎた、投げは通らず難しい状況、奈落奈落ライジン、アパストから、あー安かった、かかと打っちゃった。さあここでペコス選手が勝利、現在ウィナーズブラケットの準決勝までが終了しております。さあ次の勝負が チョコヤン青、そしてペコスオリバー、
さあ鉄拳といえば番長、あの今年も闘撃という大きな大会ありますが、そうですね、9月の18日ですかね、はい、東京ゲームショウの会場ですね、そうですね、はい、今年はまあ珍しく単体で行わずに他のイベントと重ねたってことがあるんですけどね。今現状どうなんですか、予選の通過具合というのは。もうすべて予選は日本国内で終わっております。あとは当日のまあブロック誰が上がってくるかですね。行きましょう、はい、準備ができちゃうので、さあレディーファイト。オリバーイケメン。さあここで、アリサ VS ボブ。アリサ対ボブ。さあプレッシーキャロット店の、登録プレイヤーさんですね、常連さんでしょうか。そうですね、おっとレンジャーですね、完全にちょっと後ろに欲張りなアイテムつけてますね。まあお腹が空いた時に何か使うのかな、あれ。さあ一方アリサ、このキャラクター鉄拳6新キャラクターですね。そうですね、BR から出た新キャラクターですが、まあ彼女ロボットですね。腕が外れたりチェーンソーを出したり、結構鉄拳の中では一種のキャラクターになっていますけども、まあ、鉄拳ですからあんま驚かないっていうのもありますが、そうですね、こういったことができますからね。さあきっちりと奈落を決める。ラウンド2ファイト。チョコヤも非常にね、一時期は全国でトップぐらいのプレイヤーじゃないかって言われてる時期もありましたけども、まあ、非常に彼女も性能が高いプレイヤーになってますけども、本当カスタマイズがみんな面白いですよね。もうボブとかはもう何勘違いしたかって言って焦らせますけども、なんとか戦隊何レンジャーとかですね、これね。しかも桃色ですからね、はい、なかなか。なんでノコギリガードできるのとかありますけどね、鉄拳だからです。はい、そういう部分に関しては、まあ、火も吹きますしね、ビームも出ます、火も吹きますね、はい、毒斬りも吹きますからね。さあここでレイジ状態のボブにあとジャブ一発で迎撃されてしまいました。いや鉄拳なら仕方ないってね、みんな優しいな、本当鉄拳ですからね、鉄拳ですからね、はい、脂肪でガードとかありましたけどね、不可能だと思います。さあ横手ローキック、シャガパンワンロー、あーっときっちりダメージ見る、横に避けてライトゥー、壁まで持っていくが出さない、打ち切る、頭に止める、ワンツー、 PP で返すが投げを抜ける、叩きつけてドンドン、壁うまい、しっかりしてるローキック、きっちり決めてきました。 2-1 ファイト。さあローキックでしっかりと牽制をしつつ2発決める。さあ引き逃げ、難しいですよね、こういった実況、本当相手がどういうシーンで技を出しているかっていうのがね。実際海外のワールドサイバーゲームズとかですと、実況の声がプレイヤーに聞こえちゃいけないということで、なるほど、防音の部屋で試合をやったりすることもあるんですね、はいはいはい、鉄拳の場合はいいんですけど、画面の内容が相手に伝わってはいけない、ね、ゲームとかね、ある場合と、特に FPS とかそうですよね、はい、ここに隠れているぞとか言ったら大変なことありますよね。そうですね。さあ、ここで試合が決着しまして、勝ち上がりは青が勝ち上がりましたね。ペコスとチョコヤン行きましょう。はい、実は海外のプロの試合とかですと、どこに誰が隠れてるとかっていう情報、それからどういう作戦でいくかっていう情報が当たり前ですけど、1試合プロのゲーマーたちだとお金かかりますから。なるほどなるほど。ブロックサイン作っちゃったりとか、はい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 、はい、あいつら A、爆弾 A 行ってんぞとか、どこどこに何人いるぞとか、で実際問題になって見えないようにしてっていうのは今やってますね。なるほどなるほど、はい、さあ決めてきたので行きましょう。チョコヤン対オリバーかな、デゴスか。さあ行きましょう、レディーファイト。これはルーザーズブラケットの決勝戦ですね。さあボブ同士、ボブ同士です。画面が大変なことになりますね。すごいこうゴム張りのように跳ねる体が、美しい対決ですよね、ある意味。まあ画面狭いぞ、確かに狭いですよね。しかもお互いに、ナムコのキャロット巣鴨店、こちらの会場の常連さんのようです。さあ黒いですね、
団員的にはペコスの上ですけどね、まあ、ここまでいると関係ないですね、やっぱり。あー、スピナッチドン、そして壁、難しい状況、ローキック打ち切ってしまう、頭を頭で返す、あー、しゃがんで頭で返す、横に避けて、これほとんどお互い見分けがつかないですね。そうですね、キャラクター的に。しかもよくお互い自分のキャラのことよく知ってますからね、はい、逆にやりにくいんじゃないかなってところはありますよね。この場合流れを掴んだ方が有利と。そうですね、しっかりと相手の空気を呼びつつ自分の技を当てる感、あーっと、しかし頭で返す、さあ頭合戦、投げが通ってしまう、ペコス珍しい、若干の緊張、チョコヤンが通る。さあ、こちらルーザーズブラケットの勝負ですので、いやー、しっかり出してる、ペコス選手後がない状態です。ペコス若干壁の把握能力も甘くなってる、ちょっとした緊張の投げが通る。大会になると投げ抜きの精度が落ちてくるのが鉄拳、拾った、さあ一撃怖いぞ、サークル当たらず、アッパー、シャガパンから頭、終わったか、はい、どんどんきっちり KO。 さあ、ここでチョコヤン選手が勝利。そして続いて連戦として A ブロックのブロック決勝、ルーザーズブラケットからの勝ち上がりとして青選手との対決になります。そうですね、青対チョコヤン連戦、一度チョコヤン選手と青選手は戦ってますね。やってますよ、はい、いやー、どっちが勝つか、さっきのリベンジになるか、はい、もう先ほどの傾向で言うと、ルーザーズブラケットから上がった人がそのままの勢いで勝ってるんですよね、勝ってるんですよね、はい、ということは今回ももしかしたらということはあるかもしれません。さあ、番長コールをお願いします。さあ、行きましょう。事実上、決勝戦になるか。レディー、ファイト!さあ、ここで、青選手が勝てば、ブロック通過。チョコヤン選手が勝った場合は、再試合となりまして、2戦となります。いいですね。ちゃんと実況でいじってくれるといいですよね。ファイト、ファイトって。さあ、帰って、海原出てるの?出てません。鉄拳です。さあ、青対チョコヤン、この上の方にアリサが残るっていうのは珍しいんでしょうか。そうですね、でも基本的にはもうどのキャラが残ってもおかしくない状況になってますね。やっぱり使用人口が少ないから残らないとかそんなんじゃないと思うんで、実際にもう強いプレイヤーが残る、まあ実際こういうところがいいゲームなんですかね。やっぱり昔あの鉄拳タッグの時代に番長プロトタイプジャックで優勝してましたよね。やりましたね、はい、過去にジャックと T ジャックでしたね。ありえないとか言われたまま、ね、はい、やってましたが、まあみんなが優しかったんですあの時は、はい、はい、さあ今回このゲームですと、ね、まあ有利なキャラ不利なキャラっていうのはもちろんいつの時代もあるんですが、そうですね、実際あの海外館長行かれたりしてますが、はいはい、行きましたね、人気のあるキャラクターってどういうのが多いんでしょうか。地域によってだいぶ違ってくるんですけども、まあ、海外に関して例えば強いキャラを好む地域、例えば韓国とかそういう傾向があると思うんですけども、逆にまあ中国とかに行ってくると本当に自分の好きなキャラクターを使うっていうのが、でも価値にこだわるのか逆に楽しみにこだわるのかっていう部分で、やっぱゲームとしてのプロゲーマーそういう部分があったりだとか、あとはエンジョイであるとか、そういうことで様々な状況がありますよね。日本でいうと特に今好まれて使うっていう部分は多分女性キャラが多いと思うんですけども、海外はそういう傾向というのが非常に少なくてですね、かっこいいキャラクターが好まれる傾向が多いというふうには認識はしてますね、はい。さあ、ここで試合を見てみますと、レイジ状態のアリサが大暴れ、でかい、一気に体力8割ほど持ってきましたね。非常に怖いところがやっぱりレイジになった時の駆け引きですよね。お互いダメージがでかいんですよね。スースパー、さあ1回負けているチョコヤンはここで負けられない。あーっと、やっちゃった、甘えたか。さあ、あとコンボがちょっと TP 投げを取らず、
ナイス。どうする？ゲーターの、うわー、スラッシュ。心が強いですね。ここで打つか。投げは通る。流れは変わった。壁は壊れる。床ですね。床は壊れて3発入れる。ヒーロー。さあここでチェーンソーを戻して、アリサがあのからさあ奈落が通る。皆さん何年ぐらいこの格ゲーやってるんでしょうかね。格ゲー歴は何年っていうコメントが一応あったんで気になったんですけども、まあ、鉄拳が15年。マテさんどれくらい格ゲーやってるんですか。初代からですね。あ、ってことも15年ですよね。15年やってますね。もうゲームセンターいろいろ変わりましたけどね。そうですね。多分番長もおそらく中学ぐらいからゲームを私なんでたんで、おそらくそれ考えると13からだから18年ぐらいだったかな。あの実際ですね、ワールドサイバーゲームズのあるレースゲームの世界最速のプレイヤーなんですが、はいはい、14歳なんですよ。はは、なるほど、ね、オランダの選手なんですが、いやね、若い人間が強いっていうのはやっぱありますよ、反射神経、反応、そういう部分もそうですけど、知識のね入れる時間もやっぱありますし、ね、まあ、そろそろ鉄拳界も平成チャンピオンっていうのが出てくるかもしれないですね。あ、いっぱいあった、その青なんかそうですからね、現役の高校生です。あー、打ってね、打っちゃった、ここで終わらない、終わった。さあここで青選手、A ブロック通過いたしました。悔やまれる試合ですね、ちょっと今のは残念ながら。はい、さあここで、E ブロックも通過が決定しているようです。吉田さんのシャオユ。お、吉田勝ち上がったんだ、なるほどですね、ここですね。で今ですね、あと千秋さんのジュリアが残っているようですね。今、試合は千秋さんのジュリアと戸松さんの岩流、まあ、鉄拳のストーリー的にも盛り上がりそうな対決なんですが、確かに、はい、誰が知ってるかって話なんですけどね、まあ、その設定をみんな知らないっていう困った状態ですね、はい、さあ現在ですね、C 台奥の方でやっておりますので映像はお届けできませんが、ここで、じゃあこの決勝だけ前の方でやっていただきましょうか。そうですね、はい、さあここでジュリアが、岩流が勝ち上げて勝利して、すみません、試合こちらで前でやっていただいてよろしいですか。大丈夫です、うん、さあ余った時間をねどういうふうに有効に使おうかって感じですけどね、はい、ニコ生なんで松井さんに質問のコーナーとか申し訳ないですね。いや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 、ね、むしろどっちかというとジャクラの方が僕はいいと思いますけどね。いやいやいや、そういうなんか危ない、お互いのなすりつけ合いが始まると危ないんで、ね、誰かに質問コーナーとかね、やっぱり会社に属してる方の方が守るものは多いと思いますので、いやいやいや、捨てるものがね、はい、なきゃいいですけどね、それはね。さあ、シャオユー VS 岩流、これ髪型も随分いじってらっしゃいますね。彼女はいますかとか、本当どんなコメントだよ、俺あー、リア充になりたい。さあ、吉田対戸松ですね。さあ、シャオユーバーサス岩流。シャオユーは鉄拳3。もうすでにもう、10年以上も、この鉄拳ワールドで戦ってるわけですが。そうですね。はい、まあ、基本性能的にはすごく変わってないように見えるんですけども、やっぱり中身はだいぶ変わってきてますよね。岩流もそうですけどね、技がすごく増えて、より相撲らしくならなくなったと、そうやってますけども。ドロップキックありますからね。そうですね。もう蹴り技、蹴手繰りとかね、ほんと。投げが通る。フォーから後ろに向く。肘、投げが通らず、トゥースマで返す。ローキック。中点ダンク。そのままトゥースマ、届かず。あおったハイキック。これは、ダンスできっちりと相手を倒す。吉田が行く。さあ、シャオユー、日本選手。バックステップ、バックステップ、はい、スラッシュから、吉田選手がですね、今ウィナーズブラケットから上がってますので、このまま勝てばブロック勝ち抜けとなります。そうですね、もうこの勢いでいっちゃうと吉田選手いっちゃいそうですね。戸松選手なんとかしたい。ここはプライド見せれるか。浮かない、さばいた、よく状況を見た。どっち？あーっと、これ非常にひどい選手がブロック通過決定。決定。さあここで5人出揃いました。決まりましたね。おー、
上がるべくして上がった人間たち。青本田影丸伸び押してん。非常にバラエティに富んだキャラクターで嬉しいですけど、ジョキャラが3キャラいるというね、珍しいキャラクターが残りましたね。アリサ、リリ、ジャック、ドラグノフ、シャオユー、よく使われているようなボブであるとかスティーブであるとか、あの辺があんまりまあ出てこなかったっていうのがあるんですけども、バラエティ言うなと。なるほど、はい、そういうことですよね。スティーブいないのか、いません。まあ、こうやってコメント見ながらねやり取りするのはなかなか面白いですよね、これね。吉田頑張れ、吉田応援団がいますね、どっかに。さあ、これで決勝戦の方に徐々に移っていきたいと思いますが、はい、今回あの 5人上がってますが、そのうち2人女性キャラ、そ3人ですね、アリサ、リリ、シャオユー、結構珍しいですね、これは。そうですね。しかもあの鉄拳の代名詞とも言われる三島系のキャラクターが1人もいません。いません。三島使いがじゃない、減ってきてしまっているこの辛さがあるんですけどね。やはり風神拳のコマンドテクニックが難しいということなんでしょうか。まあ、それはありますけどね、やっぱり、はい、まあ、15年間やってる方がいるんですけども、まあ、風神ステップを持ったキャラクターが他にも出てきてしまっている部分があるので、はい、そういうのでそちらの方にシフトしたキャラクターもいるんじゃないですかね。さあ、ここで、まあ、現在リーグ戦の準備中だということでね、はい、なかなかいいコメントありがとうございます。じゃあまた改めてワールドサイバーゲームズのお話などもしていきたいと思うんですが、今年は2010年ということで、はい、10周年で、まあ、何度も言ってます、賞金総額はおそらく、4500万円ほど。大きいですよね、4500万円。まあ、日本円にすると、正直、ドルが今安いので、まあそうですよね、微妙な感じなんですけれども、まあ、鉄拳も勝てばだいたい1万ドルほど、だいたい日本円で今89万から90万ぐらいは手に入れることはできます。まあ、取った人間からたかることはまあ間違いないということで、ノビ、はい、さんあたりに取ってもらったら全員にね居酒屋でも連れてもらいましょうか。それね、約束しちゃってね、揉める人が多いんで、なるほど、勝ったらおごるわーって言って、はい、勝っちゃったら、はい、まあ、そのままなんか行方が知れなくなっちゃう人とかも出てくるんで、最低ですよね、やっぱ人として、はい、まあ、取らぬ狸の皮残用じゃないですけれども。なるほど、はい、で今回アメリカなんで、はい、アメリカで実際、大会やるんですけれども、ハードウェアは Xbox の360で試合は行われます。ですので、自分のコントローラーをも会場に持って行ってください。会場にはコントローラーパッドしかありませんから。ちなみにワールドサイバーゲームズ面白いのが、パッドでも優勝する人いるぐらいなので。確かに。はい。で、まあ、液晶なんですけども、今、サムスンで使われている、遅延が3ミリセカンドしかないっていう結構いい液晶出てますんで、それが使われるということです。なるほど。で、今、まあ、液晶のね、問題に関して文句言ってる人がいるんですけれども、すでに会場でこれを使いますって発表されてますから、本気で勝ちに来る人はそれ買うんですよ。それに体を合わせるんです。はい。なるほど。で、もう当然同じ環境を作って試合に備える。そこら辺がその、日本との感覚の違いではありますね。なるほどね、はい、結構本気でやる人は本気でやるんですよね。日本じゃあんまり考えられない状況ですね。そうです、ホテルに50インチの液晶を持ってくる選手とかいますからね。いやーガチですね、はい、日本だったら結構難しい部分ではやっぱありますけども、それだけ海外の選手がね、まあ、その辺は環境の違いの、あとはもうお金かかってますから、はいはいはい、正直例えば日本で1万ドル100万円って言われると、まあそんなもんかと思われる方多いですけど、他の国とかで1万ドルっていうと結構1年暮らせちゃうぐらいの金額になることありますから、はい、確かにプロゲーマーって職業が結構海外では主流になってますけど、日本でも最近ある意味プロゲーマー、まあ、梅原選手が出たりであるとかっていう、はい、まあ、ゲーマーの方々に夢や希望を与えている人もやっぱいますよね。そうですね、実際今回ワールドサイバーゲームズでサムスン韓国の企業が主催でワールド、サポーターやってるんですけれども、韓国なんかだと今実際空軍にプロゲーマーがチームがいたりとか、なるほど、はい、スタークラフトっていうゲームでやってたりとかですね。で実際あっちのプロのゲーマーってちゃんと教育受けてるんですよ。だからもうめちゃくちゃ丁寧、口の聞き方親切で、会場とかで本当誰も見てないところでゴミ拾ってたりしますからね。なるほど、まあ、あれはもうぜひ人間ができてるわけですね。尊敬しますね、素晴らしいです。なるほどですね、はい、教育ってなかなかいいですね。まあ、調教に近い部分もあるかもしれないですけども。確かにね、はい、まあ、海外に出してね、それが自分の顔とか自分の国の顔になるわけですからね。そうですね、実際日本選手の皆さんは日本の国旗を胸につけて会場に入っていただくことになりますので。なるほどですね、はい、
まあ、多分あのゲームやってて国旗持つって本当ない経験だと思うんで、確かにこれはぜひあの体感してもらいたいところです。いやー、本当ところどころ会話見てて面白いですね。はい、番長部そこに行こうかって、行きませんサラリーマンです。まあロサンゼルス、はい、大体5万ぐらいで行きますからね。はい、5万ぐらいで行って、なるほど、言って喋るってのもあれですけどね、はい、まあ、日本語で何喋ってもわからない状況はあると思いますけども、番長番外編でグラさん撮ってみて、とか撮ってもいいですけど、別に一応衣装なんでね、はい、さあ準備の方はいかがでしょうか、よろしいですか。はい、じゃあですね、ワールドサイバーゲームズ2010日本予選、まもなく決勝リーグ、5つのブロックを勝ち上がってきた5名のプレイヤーによって競われます。さあ、まずは筐体で揃ってますので、面白い試合、まあ影丸対伸びの方なので B 筐体いきますか。ちょっとですね、プレイヤーの、あの観客の皆さん、もう30センチぐらい距離を、今砂かぶりの席になっちゃってますんで、はい、まあ、砂かぶりの前ですよね、はい、さあよろしいでしょうか。一大進行でいくそうなので、はい、じゃあ B 筐体だけ、すいません、いきましょうか。はい、さあ皆さんいいですか、準備は。この試合を勝ち上がった2名、上位2名がロサンゼルス行きなります。はい、さあ皆さん盛り上がっていきましょう。伸び応援だよ、い影丸の顔が残念すぎる。ワールドサイバーゲームズ決勝リーグ1回戦レディーファイト。さあ、5人同士のリーグ戦となりますから、こちらはおそらく2勝2敗がギリギリなるかもしれないと。そうですね、もちろん全勝でいくのが望ましいんですが、さあ出てまいりました、ジャックシックス VS ドラグノフ。俺ツッコミが激しいで、番長右袖めくれてないとかさ日本的になんかいじられそうで怖いですけどね。はい、さあ Get ready for the next battle。 さあ伸び対影丸、応援団的に多いのは伸びの方。影丸最近大阪に行って、鉄拳王から鬼神まで落ちて帰ってきた残念さ。 Round 1。 さあ1本目レディーファイト。スーサーアサルトから投げを取らず下段パッチ、ハマーで距離を取るが PK どんどん、はい、さあ古川のヤジがうざい。スーサー逆番2からハマーからどんどん、そしてきっちり決める。どっちの応援なんだお前。スーサー右で移動かけるが届かず、打ち切る、各班を返さない。アサルト P から投げが通らない。両パン打ち切った、バカすぎる。さあこれで両パンできっちりパンピー呼ばわり、盛り上がってるのは古川とのみだけ。一気に接するピポット、一発目読んでいる、投げが通らず、カウンターワンとスリー、シャープナー、そしてシャープナー中断、影丸止めない、左投げが通る、届かない、右アッパー、何回ここで下がってしまう。Round 3。盛り上がりが非常に、伸びがば、カタパルトスロー、ハマー、1、2、3、マートまできっちり決める。テスパーから投げは通らず、投げ抜けの精度高い、カーカウンター大ダメージ、2択スラップラン、おっとハマーで返す、右パンから打ち切る順、さして左投げが通る、死んだか、ドン、もう一丁、二択はどっち、よく見てる、あー中断。さあここでまず1試合目リーグ戦、ずっとしゃがんでます勝利したのはノビ選手、ノビですね。はい、さあ続いての組み合わせ、進めていただきましょう。青と本田いきましょう。さあこの5名のうちの2名がロサンゼルス行きの、チケットを手に入れることができます。そうですね、
青対ホンダもなかなかいい試合になりそうですけど、準備はいいですか？決勝リーグ第1試合レディーファイト。さあ番長、この5人のうち今2人2人ということですが、どう見ますか？まあどうなんでしょうね、ここまで来ると何とも言えないですよね。誰が上がってもおかしくないですよね。まあ個人的主観で物事を喋ると伸びあたりは行きそうですよね。で実は青が体感や強いっていう部分があるので。そうですね、会場がですね、大体、観客席 5,6 千席あるような大きいところですから、本当にゲームセンターの大会とはちょっと規模違うんですね。そうですね、はい。まあ、ワールドサイバーゲームズといえば花火が大好きなので、とりあえず花火が打ち上げると、はい、いいですね。そういう会場に1回ぐらい行ってみたいですね。さあこの試合ね、意外に見てる方はつまらないかもしれないですけど、個人的な心理戦が異様に始まってます。距離を取り合ってますね。そうですね、お互いも一瞬の隙を見つけて何かしようとする攻撃なので、もうできるだけ自分の距離とこの技の間合いが分かってるんですよね。で技を使った瞬間に何かを入れ込むと、まあ、そういった試合になりますので、お互いこういう状況ですよね。青のしっかりした状況が一気にホンダをかき立てます。2本目、アッパーをきっちり TP で返す。ジックルカカン横移動させない。うかつに手が出せないんですよね、本当。でも皆さん諦めないでください。準優勝までいけば上がれますので、まだ影バレにもチャンスはあります。ここから3人全員ぶっ倒すことができればまだ上に上がれるチャンスはありますので。さあ、下段。もちろん視聴者的にはもつれると楽しいんですけど、運営的にはリーグ戦もつれると計算が大変なんでね。まあいろいろとね、はい、大人の事情はいいわ。さあここでお互い一進一退の攻防。さあこの両者はまだ2人とも若いんですよね、年代的に。片谷は高校生で、片谷はまだね、まだ20代前半ということで。さあ格安きっちり返す。やっぱ若いと反応がいいっていうのはね、どの世界でも一緒なんでしょうかね。どうでいかない、攻めたい本田。さあ残り3秒、クローズながら下段甘えた。さあこの鉄拳の中で60秒結構長い印象がありますよね。タイムアップで終わることが、確かにそうですよね、はい、でもそれぐらい駆け引きをしていかないとやっぱり自分の実力が出せないっていうのであって、ちょうどいい秒数ではあると思いますけどね、これ以上増えちゃうと本当面倒くさくなっちゃうんで、タイム無限とか本当ね、精神力の問題になってくるんで。投げは通らない。青が冷静、ローキック、あーっと打ち切った。角換返す、ローから中段、でかい、あーライトよく打った、きっちり殺したい。さあここの今のライジング2キックで流れが変わるか。変わりそうですけどね、ちょっと苦し紛れっぽかったんで厳しいですね。ペンギンさんがなんか自由に動いてますね。ペンギンさん可愛いでしょ。はい、自分のアイテムです。ペンギンも使うことができるんですよ、アイテム技で。集中、あーよく見てる。チェーンソーいかない、うわーこれも起き上がりめくりましたね。読んで、さあ接戦を制したのは青選手、アリサ。続いては影丸と吉田ですね。さあ影丸選手、ここから一気にごぼう抜きかけていた、見てみたいところですが、さあどっちが勝つか非常に楽しみですね。これもいきましょう、レディーファイト。シャオユー VS ジャックシックス。ここも2人とも神奈川のプレイヤー2人なので、まあ、よくやっている2人ではありますね。これ相性どうですか、ジャックとシャオユー。あー、ちゃんとやれば合格以上ではジャックはあると思いますけども、頬の構えがどうしても潰しにくいっていうのがあるので、辛いですよね。そうですね、なかなか。で吉田がどっちかってジャック得意なんで、結構まあちゃんとっていうのはきっちりね、技を格闘を返したりだとか、そういった部分だと思うんですけども。ハイキック拾えない、中段の返す、左側のアッパースト、そして
よく知ってますね、頬を潰すための左アッパー。吉田選手もそれを読んでね、やっぱ行動しますよね。2発3発中断、あーっと浮いた、ハマーマッドレダメージ。さあこちらのステージ無限フィールドということで壁がないわけですが、ジャックだと壁に持っていくと結構コンボ美味しいっていうイメージありますが、大きいんですが、まあ、まあ壁なくても逆に相手の懐が入られにくいっていうのがあるので、逆にもう良し悪しですよね。一気に攻められてもなんとかバック出して回避できたり、まあ大きなキャラクター壁ゴンは大きいんですけども、逆にアイリーンされる壁ゴンも大きくなってしまうので、そこら辺は一長一短と。そうですね、ドンドンドン、そして確かな、うまい、そうよけてロケッパー、冷静すぎる影丸、右アッパー、ハマーが出ない、パンプ一発止め、うわーっと横抜けてスイープ、あ浮いた、これはまだ残る、どうする、アッパーローキックさばく、よく見てる、届かない、何の因果、 PP 影丸が何とか取り返す、これと。さあ現在のところ試合を見てみますと、番長どうでしょう、一勝しているのが2人、そうですね、そして1敗が2人、そして1勝1敗が今の影丸さん1人。じゃあこの時点で本田と吉田行きましょうか。さあ、ごめん、吉田連戦になっちゃうね、吉田連戦になっちゃうんで、各地同士で行きますか、青とノビ。さあ、鉄拳番長さん、ジャクラーの差配で進んでいきますこのリーグ戦、番長対影丸とかね、本当やり尽くしてやりません、はい、ジャック同士ジャック同士です、完全迷惑です。さあ今青さんと、のびさん、はい、行きましょう、レディーファイツ。さあキーとなる試合です、のび対青、アリサ VS ドラグノフ。確かにこれで勝った方通過ほぼいけますね。セコンドにつくのは古水。さあ残りは3試合ずつですね。ノビは確定だろうと。鉄拳覇王、高校生プレイヤー青、確かにそうですね。いきましょう、ドラム、そして下段下段削る、シャープナーはしゃがむ、どんどん打ち切った、肩で返す、踏みつけは届かず、投げが通った、珍しいロングレンジ。さあノビが身長、珍しい当たってしまう、拾った、あーもったいない、シャープナーも当たらないか、当たるとも届かない、スッと横に避けてから思いっきり、そうですね、横移動性能が非常に高いんですよね。それはキャラクターによっても大きな差が全然違いますね。やっぱりジョキャラの方が、まあ、避けやすかったり、逆に移動性能が高いキャラクターっていうのは固定されてるんで、ジャックとか非常に低いですよね、横移動性能に関しては、まあ、そこから懐が深いという得点はあるんですけども、うまく使えるかですよね、お互い後ろに回る、ワン、ツー、スリー、ちょっと壁持っていけるか、伸びがいった、さあラウンド3、1位の状態でいい試合、 PP、 さあフレキシブ当たらない、ワンツー、そして投げは取らず、左投げ、左投げ、青が一気にいく、下段肩届かず、さっきから青選手結構いいところでカウンター決めてってますね。そうですね、アッパー食らってしまう、当て感がいい青、一気に持っていく、あっと伸びが、伸びが、世界の伸びファンが、シャープナーローキックで返す。さあここで青選手が2勝目を挙げました。さあこれでロサンゼルス行きのチケット一歩大きく近づいたのは青選手。そうですね、
さあ本田と吉田いきましょうか。さあ極力 3-0 で勝ってほしいですよね、上がるためには。モビさんには準備ができたようですね。行きましょう、レディーファイト。ワールドサイバーゲームズ2010日本予選鉄拳6の部、現在決勝リーグ試合が進んでおります。対戦相手はシャオユー VS リリ。非常にアグレッシブな髪型してますね、リリ。こちらそうですね。無限ステージ、また面倒くさいですね。さあ、一気にバックステップ。近づかない、吉田。よく見ている。一発止め、シャガパン。アッパーは入れず、ワンツー、アッパーアッパー。ハイキック。細かい行動。ワンツーが投げ合って通る、両パン。ローキックからうまく技を組み立てていくが、冷静なのは本田。ちゃんとヒット確認してる。当たってしまう、バックリップコンボ、ダメージ重視、ローキックまできっちり決める。あーっと、そこでライト打った。よしね、それは中断で返される。まあ、2本目パンを取りまして、リリーリーチをかけております。下段からローキック、シャガパン、細かい行動、アッパーから3発いかず、ローキック、あーっと届いてしまう。しかしコモミス、救われたが吉根、いまいち決め手が全くない。どうする、カウンター、避けられない。大会のせいか、普段だったらできることができなくなってしまう。さあシャオユ1本取り返して 1-2 回避ができません。ジャンステからバックジャンプ、バックリップ合戦、よく潰せた。組み付けからおーっとエーテルバイス行こうとしたが、それはきつい回避。しかしライトが待っている。そこまで仕込んでいるか、ローキック、あーっとこの連続技。さあリリーがここで勝利。ロサンゼルス行きが近づいてきたぞ。さあどんどん面白くなってきた、青対影丸。さあ続いて全勝の青選手 VS 影丸選手、1勝1敗の状態です。ここで青選手が勝てばもう決定、ほぼ確定ですね。いかに彼らに緊張を与えるかが我々の仕事なんですかね、これ。まあ、このぐらいで緊張するようですとね、なかなか本戦ではうまくいきませんから。さあ、青、かかった試合になってきました。行きましょう、レディー、ファイト。さあ、ジャック6 VS アリサ。さあ影丸応援団がいますね。吉出涙、青青頑張、青青かわいい。 Get ready for the next battle. さあワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選の勝負となります。さあステージはこちらは無限です。よく無限出ますよね、ランダムで。さあ冷静に見るのは影丸、 PP 投げは取らない。マシンガンパルス、右アッパーよく見てる。さあ肩に行こうとしてが当たらない。ちょっと余計なことをした気分。これ実はロボット対決なんですよね。そうですね、見たまま全く違うんですけど、肩やロボットは全く分かるんですけど、普通の女の子ですよね、あれ。マシンガン中段キック、投げいった、抜ける、
やはりこのクラスになると投げ抜けはしっかりできてますね。8割以上抜けてますね、みんなね、見てると。ローキック、あーっとよく潰した。積極的に2択、7秒、あーっと焦った。影丸が行く、DP ローパン、当然2発目しゃがんでローキック、スイープいった、勇気の一択。さあローキック、スラッシュローキックとスイープ打つな。次ガードされる方200円、クスパーマーが当たらない。右アッパー、右アッパー、投げは通らない。さばいた、まだ残るか、残らない。見事に決めました。2本選手したのは影丸選手、よくさばいた。中段ダメージがでかい、横避ける。アリサの性能、右も左もほとんど関係ない。右で右アッパー当然なんだが、左で避けるぞ。まあまあ避けれちゃいましたからね。ローキック、影丸そこはきっちりと戦いたいところ。投げを抜ける、青も冷静にいってほしい。ベルトラウン失敗、2発目しゃがめない。パルスからハマー、逆パンツ返す、しっかりしている。だから細かいところでアリさん攻めてますけどね、打撃力がジャック非常にあります。いやジャック頑張ってますよこれ。結構クースマから投げは通らない。影丸が投げ抜けの精度が高くなっている。ローキックから残り13秒、焦っているのは影丸の方の気がする。二択、決めました。ここで全勝がゼロ。消えましたね。これ影丸のチャンスですね。2勝1敗が今2人おります。今の試合を戦いました青選手、影丸選手が、いずれも2勝1敗なんですが、しかもポイントも並んでますね。本田伸びでいきましょう。さあここで、本田選手、伸び選手、吉田選手がどう絡んでくるか。さあ伸びが負ければおそらくもうない。それは本田も同じ。いきましょう、レディーファイト。さあお互い後のない試合ということですが、リリー VS ドラグノフ、鉄拳番長どうでしょう。いやー、これはノビ選手がどこまで緊張に勝つかだと思いますけどね。やっぱ緊張に弱い感じなんですか、メンタル的に。まあ結構プレッシャー負けはしないんですけども、自分本来の戦い方ができるかどうかってことですね。任せてと一言、はい、この力強さ、やっぱこう大会で勝てる強さっていうのはね。そうですよね、根性の太さもかかってきますから。ローキック開幕、スライディング、ライトゥー、リロウ、よく冷静に見てるぞ。シャープながらツースマー、うかつに下段が触れないのび。ローキック、しかし振っていく、アサルト、ライトゥー、これが怖い。相性的にはどうか、レイジ、フレキシブル、相手もしっかりとラインを見て行動。さあラウンド2、開幕からライトゥー打ってくる。ローからロー、行かせない。中段バックリップ当たってしまう、ダメージでかい。スライディング、伸びが本来の動きをしていない。返せる熟練、当たるところP、投げは取らず、どっちに来るか、トゥースパー、あーっともったいないか、わざコマンドミス。さあまさかのコマンドミスでラウンド3、リリーが現在2本選手リーチをかけております。さあここからが伸び、 CPK 拾えるか、拾った、
うまい、投げは抜けれない、これが見えない、B から3発当たらず、ライチューに気をつけない、おっと冗談、ここでこの技を打ち切る伸びの精神力はよくわからない、ちょっと焦ってますね、 PK 3発どうせしゃがめないんでしょうみたいな感じですね、エーテルバイス、まさか伸びがあれをヒットされるとは、終わったー、さあコンボ指導技が食らった瞬間に悲鳴を上げて、さあ伸び選手呆然自失といった体ですが、ここで痛い2敗目、いやこれ分からなくなってきた本当、ここで伸び選手、影丸選手 VS 本田選手、そして青選手 VS 吉田選手によって結果が変わってかまいります。伸び選手は今自力で上がるのはなかなか難しい状況となっています。さあ続いて番長、次の試合は青吉田行きましょうか、青選手 VS 吉田選手、試合を行ってまいりましょう。拮抗しまくりです本当に。さあおそらくこの試合海外のプレイヤーも見てらっしゃると思いますが、実際日本代表誰が上がってくるのか興味津々といったところでしょう。せめて一勝はしたい、行きましょう、レディーファイト。ハートが強い人が勝つ展開だね、確かにそうです。アリサ VS シャオユ、ほとんど無限ステージだね。 Get ready for the next battle. ステージは無限ステージ、壁も落下もありません。絶望じゃねえこれ。さあバックステップ、さあカクカクと距離を取っていきますね、中段ローキック、細かい動き、お互い面倒くささがやばい、ドンドン、技を透かしての青の行動が異様に速い、微妙に軸をずらしたステップアウトが入ってますよね。そうですね、横移動を使いつつバックステップ使ってるんで、相手の技をより透かしやすくしてるんでしょうね。うまい、今のも横移動で相手の技を避けていた、ね、相手の技を透かしつつなおかつ技を振ってくるというこの状況、吉田が攻めるしかない状況を作って青が綺麗に決める、透かせないんですよね吉田さん技、おっとそこで打ち切った、2択中段、いい試合、これで青が負ければ面白くなる、横投げ拾えるか、拾えない、拾った、ダメージ重視、うまい、そうですね、フライングヒールじゃないところは相手はカウンターに向かない、投げは通らない、投げ抜けの精度は高いぞ、うわーよくよけて、ここで青選手が2本選手リーチをかけました、これで取れば青選手ほぼ確定でしょう。そうですね、3勝すれば本戦出場権を得ることができます。押してんマイナス9で何もしない、細かくいきたい、中点ランクよく下段読んでいる、さあ青柳がどうにか
攻めたいが決まったか、避けるカウンター、おっと当てた、これでここで青選手が3勝ほぼ勝ち上がり、吉田選手が3敗、吉田上がってきただけ。さあ残る試合は2試合ですね。じゃあそれ先に決めちゃいましょうか、もうのびさんと吉田さん、いや別にもう、いや、やりましょう、時間的にやるんでとりあえず伸び吉田行きましょう。え、これ全くもってもここで決まるから決勝戦なんで、どうしましょうかね。まあおそらくリスナーは見たいと思うので行きましょう。伸びた吉田。大丈夫です。ですね、のびさん。1位、2位の方が権利を放棄した場合、3位に回ってくる可能性あります。ということで、1位、2位どちらかを血祭りにあげると、多分何かしらうにゃうにゃってなる可能性はありますよ。まあ、特にね、海外ですから、パスポート、いろいろ準備するものもあります。はい。パスポート間に合わない場合はね、どうしても仕方ないと思いますんで。番長パスポート持ってますからね。持ってますよ。はい。はい、いつでも呼んでください。さあ、それでは始めていただきましょう。シャオユー VS ドラグノフ。久しぶりに壁のあるステージ。今回これだけ試合やってたけど、まだ出てないステージとかありますよね。ありますね。はい。偶然だと思いますけどね。本当にランダムで選んでるんで。さあ、ケビー。吉田なんとか一勝はしたい。結構バンクルバスですよね。ノビがここまでやられるか。もう完全にやりたい方だよ、ノビ。丁寧に踏んで。ローキックから一段。さあ、弱連で浮かせる壁まで持ってきましたね。しっかりとゲダン、ゲダン返せない、シャガパンからしっかりと中段を当てて一本取り返す。アサルトからハイゲクローキック、細かい連携 PK。 さあ、PP でしっかりと相手の透かしに技を決めてくる。カウンター、おっと回避できたように見えないが、アサルトデュースマから、さあどうする、シャープナーはきっちりガード、レース状態打ち切った。2発目ラウンド4ノビの態度が悪い。さあ、完全にもう自分が上がらないものだと思って自由気ままにやっている。カウンターヒット、さあ下段でこれはきっとうまい具合に周回になって、 B 膝、伸びが何をするか、伸びが何をやるか、裁かれる。さあ、これは分からなくなってきましたね。フルセット、コメントで伸びが日の丸背負わんでよかったと書いてますけどね、まさにその通りだと思います。さあ、PP 伸びが PKP ワンツーフレキシブル、どんどん、はい、まだチャンスは後ろ、あー、ここは難しいぞ、スタッケー、おっと、吉田選手悲願の一勝、吉田選手悲願の一勝ですね。
要するにおめえ番長キスしてとかバケが乗ってなんだよこれ。さあのびたのくせにのび最下位。よしていこうとしたワールドサイバーゲームズ2010の日本予選最終試合、こちらが本田選手と影丸選手ですが、ここでいやこれでもどうなるんだろう。勝った方が3勝ですから、あどっちが優勝するかなんですよね。はい、要は青と1位2位というよりは今回2名代表権ありますから、はい、そのうちの1名どちらかが手に入れることができます。本田と影丸、はい、勝った方がアメリカに行けます。これ得票的にどっちにアメリカ行ってほしいとかあるのかな。影丸に行ってほしいと思う人1人、残念だな、人気ないなはい、あ、いたいたいた、あれ増えた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 、まあ俗に言う神奈川勢ですよね。で逆にホンダに行ってほしいと思う人、一緒じゃねえかお前ら、ほんとほんとでっけん連中バカばっかり。行きましょう、決勝戦になりますよね。はい、それでは番長コールをお願いいたします。はい、これが WCG アメリカ行き最終戦となります。皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。決勝戦レディーファイズ。さあワールドサイバーゲームズ2010日本予選鉄拳の部、こちらが最終試合となります。対戦をするのはジャックシックス VS リリー。 Get ready for the next battle。 まあ青が青じゃねえやホンダが上と AI 似てる、上と AI 似てるって永遠流れてくるんだけど、これどうすればいいんだろう優勝者と番長のエキシビジョンとか時間あるならやってもいいよ。さあワンツーロギック。さあこれ先ほどとリリーコスチューム変えてきてますね。そうですね、はい、本気モードですよね。勝負衣装を着てハマからドンドンドン、ロギックバックフリップから、そうです、ジャック手を出せない、あんまり、おーしっかりしてる、今の確定反撃13、売り込みに近いが、あれをライト入れた人間初めて見た。ワンツーからかかと、かかとローボディからライト逆ワンツー返す、ローキック2択、投げが通らない、ハマー投げ追い力が届かない、ローキック細かいのはリリー、ちょっと焦っている影丸、ひよった感があるぞ、拾った投げは抜けられない、逃げた、シザース失敗した、やっぱりやっぱりそういうことなるぞ。ちょっと今のは緊張のせいかコンボ落としてしまいました。死ね死ねゴミひどいセリフを吐いた。さあちょっとあの観客の方たち、あの観客の方たち罵声は、お控えくださいあ、太田さんおめでとう、まだチャンスあるよ、なかった。さあここでリリーが勝利。さあなんと優勝はホンダ、準優勝が青で3位がまあいいや、もうどうでもとりあえず、はい。さあ熱戦繰り広げられましたワールドサイバーゲームズ2010日本予選鉄拳の部、いかがでしたでしょうか番長。いやーここまで予選からも熱い試合しかなかったですね。はい、ではですね早速、表彰の部に、移りたいと思うんですが、今回ですねプレゼンターといたしまして、ワールドサイバーゲームズ日本予選の運営を行っておられます、株式会社テクノブラッドの、副社長チェ様より賞状をお渡ししたいと思います。さあこれでロサンゼルス行けるわけですよね、素晴らしい。9月の30日から10月の3日までの4日間の日程となっております。まあ、実際ワールドサイバーゲームズ毎年行われておりまして、タイトルも結構その時々流行っているゲームとか人気の高いゲームに合わせてタイトル変わっていきますので、まあ、皆さん自分がプレイしているタイトルがもしかしたら予選を行われるかもしれませんので、そちらもぜひチェックしていただきたいと思います。なるほど、はい、日本でその試合は見ることできないんですか。おそらくですねストリーミングされると思います。なるほど、はい、なるほど、あのー、
もしかしたらネオタワーさん行くかもしれませんしね。まあ、ネオタワーさん行くでしょうね、はい、多分ね。さあ、じゃあまずは優勝準優勝の方お話聞いてみたいと思いますが、はい、行きましょうか。さあ番長、はい、じゃあまずは準優勝の青さん、いかがでしたか今回の試合を経験して。今までちょっと 2P が全然できなくて、最近 2P 練習して山捨てとか、まあアリサだからしょうがないですけど、まあそれなりに自分の鉄拳できたんで満足してます。いいコメントですよね。努力の結果ということでここまで登り詰めた、はい、青選手、大きな拍手、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そしてちょっと顔がなんか大変なことになってる本田選手、なんか上と AI 似てるって言われてますけど、その辺どうでしょうかね。よく言われます。よく言われます。自重してください。はい、青くん、学校との交渉頑張ってって書いてましたけどね。はい、頑張ってください。さあ、鉄拳ここまで頑張って勝ち上がりましたけども、はい、どこが一番辛かったですか。いや、アリサですね。あ、やはり、はい、青との試合が最終的に辛かった、はい、最後の影丸とかどうでしたか。いや、ジャック・リリーは結構リリーが有利なんで、まあ勝てると思ってます。なんかいつもと違うあれですよね。なんか真面目モードで喋ってますよね。はい、っていう部分なんで、まあ、お二人ともこれからロサンゼルスに行って日本代表として日の丸を背負って戦ってくるわけなので、ぜひ頑張ってほしいと思いますので、もう一度本田選手に大きな拍手をお願いします。帽子を受け取るとき、帽子外してもらっていいかな。じゃあ、チェさん、準備よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。はい。はい、ではですね、プレゼンターとしまして、ワールドサイバーゲームズ日本、日本予選運営をされています、テクノブラッドのチェさんより、表彰の儀となります。まず、準優勝だった青さんから、お願いいたします。あ、3位ですね。ごめんなさい。まず3位の方から。お、3位、3位。影丸ですね。影丸さん、はい。あ、一応、影丸さんにも一応ね、挨拶してもらいましょうか。はい。じゃあ、ちょっと、一言だけね。はい。影丸さん、残念ながら3位ということで、アメリカには行きませんけど、自費で行けるということでどうでしょうかね。自費で。はい。自費で。いや、厳しいっすね。厳しいですか。いえ、たったうん十万円使うだけで、うん百万円手に入るチャンスだと思うんですよ。いかがですかね。ワンチャンスね。ワンチャンス。ワンチャンス。はい、よくわからないですけどね。どこが一番きつかったですか。1回戦からずっと勝ち上がってきて。いやー、まあ普段やられてるノビのことが一番きつかったっすね。なるほど。まあノビも残念な結果に終わって、ノビよりも順位が上だっていうことになってますけど、どうでしょうかね。あ、ノビがパンピーなんでしょうがない。なるほど。言われましたね。まあということで3位になって影山さんにもね、大きな拍手をしてあげてくださーい。表彰式いきましょう。はい、それでは表彰、まず、テクノブラッド副社長チェ様お願いいたします。3位の影丸殿、キレンはワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選において3位となりましたので、これを表彰いたします。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。記念ですよ、記念。はい、この後上位3名の方とフォトセッションをしたいと思いますので、そのまま後ろでお待ちください。はい、はい、続いて、準優勝の青さん。青殿、キレンはワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選において、準優勝となり収めましたので、これを表彰いたします。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。頑張ってくださいよ、現役高校生プレイヤー。はい、続いて本田さん。そして本田選手。はい、表彰状、本田殿、キレンはワールドサイバーゲームズ2010鉄拳6日本予選において優勝を、されましたので、これを表彰いたします。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。今フォトセッションしますので、こちらセンターの方にチェさんも番長も一緒に、本田さん中央に立っていただいて、カメラマンの方たちに、多分そっちです、逆光で眩しいと思うんですよ、ちょっとこっち側に。はい、じゃあ真ん中に、はい、1位2位3位、じゃあカメラ目線、必要な方、カメラマンの方、手振っていただいて。片手でやった、片手で。さあ、現在ですね、表彰式のフォトセッションを行っております。はい、いいですか、コウスケさん。はい、OK、よろしいですか。はい、ありがとうございます。
さあ、以上をもちまして表彰式終了となります。日本予選代表の、座を勝ち取った2名の方、ぜひアメリカでも頑張っていただきたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。席はないですけどね。おめでとうございます。さあ、改めてですね、この2人先ほど、ご紹介いたしましたが、9月の30日、アメリカ・ロサンゼルスで行われます、ワールドサイバーゲームズ本戦、鉄拳の部で、日本代表として戦っていただくことになります。番長からぜひ激励の言葉お二人にかけていただきたいと思います。はい、先ほど何回か申しましたけども、やはり今日本代表で行くっていうからには、まあ、海外の壁は厚いと思います。特に韓国、まあ、そのあたりに関しては非常に今回の世界大会も持ってかれてしまった部分がありますので、ぜひとも世界に行って、まあ、勝ち上がっていただきたい。そして日本の強さってものをもう一度見せていただきたいっていうことは我々一度感じている部分ではありますよね。はい、ありがとうございます。さあ、2時間、3時間近くにわたってお送りしてきました今回の放送は、こちらプレイシティキャロット巣鴨店から大人気の格闘ゲーム鉄拳6のワールドサイバーゲームズ日本予選をお送りしてまいりました。ワールドサイバーゲームズはビヨンドザゲーム、ゲームを超えてというスローガンのもと、言語、文化、人種の壁を越えて全世界のプレイヤーが一堂に会し、平和と友情、興奮と感動を共有できる世界最大のゲームイベントになっております。ワールドサイバーゲームズは今年で開催10周年を迎えまして、昨年の大会では世界78カ国から約800人の選手が決戦の地中国成都で、バトルを繰り広げました。今回日本予選が行われましたのは先ほど終了した鉄拳6と、来週21日にスタークラフトの予選が行われます。こちらは横浜ソリドレイ研究所で予選が行われまして、予選エントリーは明日16日の午後3時までとなっております。こちらも現在予選エントリー受付中ですので、興味のある方はふるってご参加ください。また本大会は協力に株式会社バンダイナムコゲームス、公演に株式会社ソリドレイ研究所、主催は株式会社テクノブラッドでお送りいたしました。また本日は株式会社ドワンゴ様の、提供によりましてニコニコ動画での公式生放送を送らせていただいております。さあ、長時間渡りましてご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございました。以上をもちましてワールドサイバーゲームズ2010、日本予選を終了とさせていただきます。お相手いたしましたら私、松井優と、はい、はい、株式会社の鉄拳番長とバンドでお送りしました。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白いですね。なかなかこうやって最後まで皆さん見てくれてますよね。番長結婚してるのかよくわからない。坂東さん字が違う。番長対ホンダエキシビションやってもいいけど、時間があるならサクッと負けておる。番長さん抱いてたから、本戦も放送お願いします。そこは本戦してほしいですね。両手で見たいとか坂東エイジで、だから字が違うっつってんだから。まあ、本戦もおそらくあのワールドサイバーゲームズの会場からストリーミングされると思うんですが、いかんせん時差がありますので。あ、なるほどなるほど、はい、十何時間ありますから、まぁ、ちょっと微妙に見られるかどうかっていうところはあると思います。確かに結構そうですよね。時間的には厳しいかな。みんな起きてると思いますけどね、彼らなら。はい。さあ、本戦は9月の30日から10月の3日までロサンゼルスで行われます。ってことは4日間かけて試合をすると。はい。あー、なるほど。結構精神的にも大変な試合ですよね。そうですね。ただ800人ぐらい選手がいるんで、試合がいつ終わるか分からないっていうのもありますね。なるほど、はい、試合がいつ終わるか分からない。朝から晩までやってる感じになるんですか。やってます。最悪半日待ちとか半日待ち、はい、それ精神的に大丈夫なんですかね彼らの。前イタリアの F1 サーキットで試合やった時が6時間、はい、です、ね、しかも F1 サーキットの購買の食い物全部売り切れましたから。なるほどなるほど、はい、まあ、ここはどこだっていうぐらいすごい試合でしたね。面白いですねこれ。なんか、はい、見ながらやると手振ってとかなんか、ええ、はい。さあ、もうよろしいですか。はい、大丈夫ですか。はい、それではありがとうございました。